になりました,のでただいまより第9回先端研クロストーク青少年高野山会議設立,設立記念改めて問うネイチャーセンターの視座の展開と新しい価値創造を開催いたします私は本日の司会担当します先端研ニュートリオミックス主要学分野の秋と申しますえっとニュ,ニュートリオ皆さんニュートリノではないですニュートリションとオミックス いろんなトランスクリプトムエピゲノムメタボロームのオミックス解析を組み合わせたニュートリオミックスで、えー、まああのがん治療なんかにも音楽患者さんに音楽を聴かせることによってその予後が良好するなどというお話ありますけれども、まあ、私自身今日はいろいろとお勉強させていただければと思っておりますよろしくお願いします。えー、それでではまず最初にごご来場のの皆皆様様と配信でご視聴の皆様へ東京大学学先端科学技術センター 及び青少年小屋さん会議の概要について東京大学先端科学技術研究センター所長の杉山先生と同じく先端研で先端アートデザイン分野特任教授の近藤先生よりご紹介いただきますよろしくお願いいたしますはい、えー、秋先生どうもありがとうございます、えー、皆さんこんにちは えー、東京大学の先端科学技術研究センター、これ、3回に1回しか言えないんですけれども、えー、通称は先端研の所長の杉山でございます。 えさてこの先端研ではですねえ先ほどの,あのニュートリオミクスというですねまあ全く聞いたことがないような学問も行われていましたまあ要するに彼も秋先生もね話したようにがん治療を目指してまあいろいろな基礎的な医学からですね分子生物学といった観点からあの人への応用まで踏まえてですねやっている分野ですけれどもまあそうしたあのお薬作りとかですね病気の治療のも非常に重要ですけれども私の分野はえーカーボンニュートラルということでですね、えー このいかに持続可能な地球を作っていくのかということを日々エネルギーの観点から研究したりしていますしまあこうした例にですね代表されますようにいろいろな分野のですね研究者たちがこの先端研に集っているんですねであのまあ東京大学全体を見ていただくとですねまあとにかくいろんな人がいるだろうというふうにまあ皆さん想像つくと思うんですけどまあその中で先端研というのは多分最も訳が分からない研究所だと思いますこれががか,分かんないのは理由があってですね先ほど申し上げた 通り東京大学の中の、まあ、ある意味、旬なです、ね、研究分野をもうぎっしりと集めてです、ねまあ、あのおいしいお弁当作ってみようと、まあ、そんな感じのです、ね、いろいろなあの素材を混ぜ合わせて掛け合わせて、まあ、そして新しい先端を作っていこうというです、ねまあ、こういう取り組みを我々、しております。まあ、こちら、あの今日は長くお話しする時間はないんですが、まあ、そういう中で,です、ね、あの我々、実は、えー、科学技術のあり方というのは非常にあの真剣に考えております。 どうでしょう皆さん、あの、科学技術を勉強するとき、例えば、あの、えー、科学を勉強するというき、どうでしょうニュートンさんがリンゴが木から落ちるのをこう、は、えー、見てですね、え、万有引力の法則に気がついたとかですね。まあ、そうした例に、このこと書かないようにですね、えー、まあ、人間というのは自然のこう法則をですね、今まで、えー、つぶさな観察と我々の知性を通して、え、ですね、眺めて、そしてそこから、何かしらのこの支配法則をですね、えー、延して、 そして、まあ、そうした社会法則が分かりますと我々人間は自然が制御できると。 いうような形でですね、人間はどんどんとその、ある意味の活動の範囲を広げてきたわけですね。私のエネルギーの分野で言えば、例えば蒸気機関が発明されたことによって、今までは馬に頼っていたようなですね、物を運ぶ作業などが、蒸気機関で圧倒的に効率よく強力にできるようになりました。で、そこから始まったです、ね、石炭の利用が、石油、天然ガスというふうに 続いてきたわけで、まあ、それによって人間はもう莫大な力を手に入れました。今や全世界どこにでも飛行機で一瞬でいけるというような世の中になっておりますが、一方で皆さんご存知の通り、地球温暖化、あ最近では地球が沸騰してるなんていうふうにも言われますけれども、人間がこうした活動を拡大してきたことによって、自然の中に生きていたはずの人間が、いつの間にか自然を支配しようとして、結果として実は、 我々が寄って立ってて立いるところの自然自体が人間の活動によって変わってきてしまうと、まあ、こういうですね今状況に至っているわけですこれは人類が今まで全く経験したことがなかった新しい局面でこれを我々はどのようにしてより人類が自然と共存できるような姿に変えていこうかというのを日々模索しているところでございます、まあ、こうしたことに代表されるようにですね人間というのはとかくこの周りの自然を支配し,しがちであると。 特にあの西洋の考え方によりますと、ですね、まあ、ある意味、神様がいて、一人の神様がいて、その下にこうある意味、万物の生き物の中で最も賢いとされる人間がいて、まあ、その人間はある意味、先ほど申し上げたような自然を支配することすら許されているといったような、ですね、まあ、言ってみればトップダウン型の、ツリー型のですね、まあ、ヒエラルキーとも言いましょうか、まあ、こうした体系が、まあ、ある意味、人間がこのより便利に生きるために、非常に重宝された考え方だったわけですが。 ところが我々日本人に限りませんが我々の周りではですねもっと人間は自然の一部であってこの自然に生かされているあるいは人間自然そしてその中に存在するありとあらゆる生き物物体が複雑に相互作用しながらですねそうでありながらも一つの調和の方向を目指していると、まあ、こうした世界観というのが実は 日本の仏教密教等にもあったというふうに私は聞きかじって考えているところでございますで、まあ、こうしたあの地球がこれからより持続していくためのその中には人間も含まれますが考え方は今までのような西洋的な、えー 一つのですねリーダーが、一番偉いものが、その他をすべて支配するといった形ではなくて、ですねより複雑にすべてが絡み合ったこの世界観へと展開していく必要があるのではないかといったことを、ですね、まあ、実は先端研は科学技術を研究する研究所でもありまして、ですね日々議論しています。でそういう中でですね えこの密教の発祥の地でもありますこの高野山でですねえこれ実は話すと長いんでも非常に短く言いますと非常に素晴らしい特殊な環境でございましてそういう中で我々は自然の中の一部であるということを改めて考えさせるしまた感じさせられるわけですねまあそういう環境の中で先ほど申し上げたようなより人間だけでなく地球上のすべての物体が調和して 幸せになっていくそういう世界観をどうやって醸成していったらいいのかということをですね議論してまいりましたでこの度ですね実はこの高野山会議今までどちらかというとあのもうだいぶ年を取っちゃった大人中心にやってきたんですけれどもやはりこれからを担うのは若い人たちですよねでこういう若い人たち今日も来ていただいてますけれどもこういう方々と先ほどお話ししたような世界観を一緒に話し合って未来を作っていくきっかけにしようではないかと。 まあそういう、えー、哲学といいますかあ心構えで、えー、青少年高野山会議というです、ね、この新しい、えー、催しを、えー、来年から 開催していくことになります。で、今日私の隣に座ってくださっている近藤薫特任教授。あの、後でまた詳しく紹介しますが、マルチな人間でございまして、今日もこの格好は何かと思うと、この後は実は演奏家としても活躍してくれますが、東京フィルハーモニーの公共楽団のコンサートマスターでありながら、我々先端系の特任教授でもあるという、こういうマルチな、まさにですね、天才的な人間がリードを取りましてですね、この高校生高野さん会議をこれから作っていこうと。 ということで、実は今日のクロストークは、この高校生高野山会議、一体何者であるのか、そしてそこで語られる世界観という一体どういう方向に行くのかといったことを、まずは皆さんでちょっと先に味見してみましょうということで、ですねイベントを企画させていただいております。それでは近藤先生、ぜひ、ですねこの高校生高野山会議、あっ、ごめんなさい、間違えた、大学生もいますからね、青少年高野山会議、一体何なのってところから、少しお話をしていただけますでしょうか。はいいありがとうございます 本日はたくさんお集まりいただきありがとうございますそして青少年諸君ようこそ東京大学生の探検へ今回はオンラインの方もいっぱいいらっしゃいますけれども現地にも青少年の子来ていただいています今日はですね第1部は我々パネラーがクロストークそして第2部は演奏ですねそして第3部には青少年諸君を 交えてディスカッションできればと思っています一部と二部をよく聞いていただいて感じていただいてどんなことを思ったかというようなことをあの一緒にお話しできればと思っていますそれでは資料をお願いします 青少年高野山会議、高野山で行われる高野山会議のスピンオフ事業として、これから始めます、主催東京大学センター券、そして共催に、本日ですね、あのご登壇いただきます、株式会社ジェラが共催に入っていただきまして、ご登壇いただくのは、そこの代表取締役の奥田様にご登壇いただきますが、そういった形で設置されました。ではい 青少年小屋さん会がですね、えー、まあ簡単に言うとスチーム教育の実践の場です。えー、参加者自身、えー、青少年自身によって企画、運営をされていきます。えー、私たち大人はそういうことをこうあの一緒に作り上げていく、伴走していく立場となるわけですけれども、えー、学ぶことっていうのはどうでしょうね。今学校で 授業を受けますよねでそうすると大体先生がこっち側にいて、えー、みんなはそっちに座ってノート取ってというようなことをやってると思いますけれども、えー、こういったインプット、えー、与えられる学びだけではなくてですね、えー、自ら何をを学ぶかを考える、えー、そういういことが、えー、を、えー、青少年小屋さんがは目指します、えー、そこで私たちが期待するのは、えー、自ら考え自ら律する人を育てるということです。 えー、今日あの第2部で私が演奏するのは弦楽四重奏なんですけれども弦楽四重奏みたいな、えーまあ、同じタイプの楽器を使って演奏する、えー、アンサンブル形態としてはですねそのクラシックの歴史の中では非常に、えー、奥深いといいますか、えー、精密な、えー、緻密なアンサンブルが必要になりますがこれ実はねまさにそれぞれの奏者が自らを律することというのが非常に重要なんですね。 えー、自ら考えてるのはなんとなくわかると思います。立するってのは何でしょうねこれ,これから考えていったらいいかもしれないもしかしたら、えー、君たちは何を学ぶかも全て自由です、えー、しかしその自由であることと、えー、法のない無法ということは少し違いますよねそこには何か律があるはずです、えー、その律をそれぞれが探してほしいそしてそれを、えー、共存してほしいという、えー、まさに弦楽、えー、手術の そのような青少年小屋さん会議を目指しております1、えー、つ、えー、キーワードとして出てきたスが s t e 教育ですけども少しこれ説明しますね STEAM、えー、教育っていうのはサイエンステク,、えー、テクノロジーエンジニアリングマスマティクスそしてその中にリベラルアーツ芸術アートが入った教育手法のことですもともとは STEM 教育というのがありました え、A がなかったんですね。え、理系の、え、オバマ政権時代に、え、実はシリコンバレーというね、IT 技術の世界的な、え、拠点ですけれども、シリコンバレーで次世代を育てるために、え、始まった教育手法でした。え、しかしこれはですね、非常に、え、偏った人材がたくさん、 排出されてしまったという反省が、えー、もうほぼ数年後に、えー、起こるわけですね、えー、そこで何かが足りないねということで、えー、総合値、えー、リベラルアーツが足りないんではないかというようなことで A を入れました、えー、しかし私たち先端系が考えるのはこの A にさらに芸術アートというものが含まれるしかもこのアートというのは非常に重要な 影響をこのののスーム教育にに与ええるのではないかとそのように考えておりますご覧のようにですね STEAM 分かれていますけれども、まあ、よくあるスチーム教育というのはこう例えばじゃあテクノロジーとアートを合わせてみようと新しい技術で新しい作品を作ってみよう、まあ、そんなようなことをやったりとかもするんですけれども私たちが考えるのはそのような表面的な コラボレーションではなくてですねこちらでございますはいこれはレンゲの花ですね、えー、例えば高原の陸地にはレンゲは小説「必質の汚泥に」にすなわちこの花を称ずるがごとして書いてあります必質、えー、の汚泥っていうのはあの湿った泥ですね泥泥の中からレンゲというのは咲く、えーまあ、ご存知でしょうかねあの、まあ、泥のような、えーまあ、池の底の泥から こう茎が伸びてですね水面には綺麗なレンゲが咲くと、まあ、このレンゲ、まあ、お釈迦様がこうレンゲの上に鎮座されてる、まあ、仏像なり皆さんに、ね、ご覧になったことあると思いますけれども非常に象徴的な花ですよねでここは悟りの世界を示すようです。 えー、このレンゲの花の下には水面の下には泥がありそしてその泥の中に地下茎という、まあ、レンコンですねレンコンがずーっと全てつながっているんですね私たちが考えるスティーム教育というのはまさにこのレンゲモデルですこの泥の中にはいろいろなサイエンステクノロジーそういった社会 私たちが目に見えるものと言ってもいいかもしれないですね。目に見えて分かる、理解できる、認知できる、そういうものがこの土に当たるのかなと。しかしこの土だけではですね、れんの花っては咲かないんですね。ここに水が入ることで湿った土になり、泥になるわけです。このアートっていうのはこの水のようなものではないのかなというふうに私たちは考えます。アートとそして サイエンステクノロジーエンジニアリングマスマティックスこういう知性アートの感性こういうのが混じり合って泥になりそこからこのレンゲが咲く皆さんにはこのような素敵なレンゲを咲かていただきたいと思いますこれが青少年講野さ会議が何を目指すかということの、まあ、大きなコンセプトになっています。私たちは8月夏の暑い時 ですすけれども高野山に上ります8月の18日から21日この4日間で現地で合宿をしてさまざまなディスカッションやそして初日にはですね発足記念の特別コンサートとして私の所属する東京フィルハーモニー交響楽団が大挙を押し寄せましてですねコンサートもしますその本番の現地講習の高野山会議の前に アクティブセミナーとに打ちまして、東京の方で学習の機会があります。えー、小屋さん会議はまあ皆さんが企画、運営して何を学ぶこと、学ぼうか、何を学びたいか、えー、ということを皆さんに考えてもらいますと言いましたけども、いきなりさあ、どうぞってやっても分かんないよねということで、アクティブセミナーでもってして、えー、まずインプットの機会を皆さんに、えー インプットの機会を提供しますまず4月2日に開講式皆さんこんにちはの日ですオリエンテーションをしましてそして改めて青少年講野さん会議とは私たちは何を目指すのか何を学ぶのかというようなお話を初日にした後に5月18日はいい食中、えー、私たちを取り巻く自分の外側の世界ですね外的世界を見つめる講義 そして3回目6月2日には審議体自分の内面、内的世界を見つめる講義、このようなインプットの機会を受けていただきます。そして4回目の6月9日には何を学びたいのか、きっとねあの、たくさん疑問が出てくると思うんですよあの、すごくたくさんの講義を受けてもらいます、セミナーを受けてもらいます。 こののににははあえててディスカッションとといいいうううししないようにしようかなよよか思っていますここでいろいろなことを知識を得てそして4日目6月9日にどんな高野山会議に僕たちはするんだというのをみんなで話し合いますそれが6月9日この4回のアクティブセミナーをもってそして8月18日の現地講習の本番を迎えることとなります。 このような概要になっております。はい。はい。今度川の先生どうもありがとうございました。それではですね、これから本日の第一部のクロストークに入っていきたいと思います。 今回のクロストークではですね私、杉山そして先ほどあのお話しいただきました東京ヒルハウィン交響楽団のコンサートマスターであり我々東大先端研の特任教授そしてですね先ほどの高野さん会議あ青少年高野山会議で申しますとですねこの会議の統括を務めております近藤薫先生ですね。 でそれからですねさらにスペシャルゲストを今回は用意しておりますまずはですね我々先端東大先端研の先端アートデザイン分野でありましての担当で東京大学の名誉教授そして我々先端研のシニアリサーチフェローを兼ねておられますそれから青少年小野さん会議の会議長も務められるということで神崎良平先生にですねご登壇願いますで神崎先生よろしくお願いします え続きまして、えー、先ほども少し名前出ましたけれども、えー、今回のですね、青少年高野さん会議を共催してくださいます、株式会社ジェラ。あこれどういう会社かっていうのは後で奥田さんからあの直接お話しいただこうと思いますけれども、この株式会社ジェラのですね、えー、なんと代表取締役 CEO 兼 COO ということでですね、それから今回の青少年高野さん会議では、実は私と共にですね、えー、この会議の特別顧問を務めていただきます、えー、奥田さんです。 にお答えいただきますどうぞお願いします <laughs> それからです、ね、会場の椅子はこれでいっぱいなんですけれどもまだこれ先端テクノロジーの先端研ですからこれだけではすみませんなんとこの青少年高野山会議の舞台であります高野山からですねきょは最も重要な人物にご登壇いただきます画面出ますでしょうか はい、出ましたね、えー。こちらはですね、なんと、はい高野山新郷州総宝山金剛節の第524世すすごいでねの、えー、事務兼業、そして修行法院、はい、多分言えたと思います、でありまして、えー、高野山大学のお学長でもおいらっしゃいます、えー、添田先生にですね、本日はご登壇いただいております。添田先生、よろしくお願いいたします。ありがとます。 はいということで、そうそうたるです、ね、メンバーが壇上にラインナップいたしましたが、さて、これから何を話しましょうかということなんですが、まずはですね、はい、先ほどの近藤薫先生の高野さん、青少年高野さん会議の紹介に続きまして、ですねこの高野さん会議は一体何を目指すのかという話だけではなくて、ですねそもそも先ほども私が少し冒頭にお話ししましたように、今回のテーマでありますが、視座の展開ですね、あるいは学び。 そして感じるってどういうことなんだろう、まあ、こういう感じることの大事さということをです、ね、テーマにしながら今回のゲストの方々にまずは話題提供いただきたいと思いますではまずあの神崎先生よろしくお願いいたします。あ皆さんこんこにちは座ったま,まで失礼しますが えー、たくさんの皆さんお越し,したいただいてどうもありがとうございます。で今回あの青少年小屋さん会議発足ということで、これ本当にあの今度さんご尽力いただきましたし、あのジェラの奥田社長に本当にご支援いただいてこれ発足に至ったこと本当にありがたくもちろん所長にも感謝しておりますけれども本当にあのありがたく思っています。で私の方からはですね、その小屋青少年小屋さん会議のまあ母体でもあるですね小屋さん会議についてですね少し皆さんにぜひまあ知ってもらいたい。 なということでですねあのご紹介したいと思いますじゃあスライドお願いしますでまずですねあの小屋さん会議ですけれどもあのここにも書いてありますけれどもあの所長からもねご紹介ありましたけれども科学それからだけじゃなくてね芸術宗教まあそういった対話から 1,200年後ぐらいの世界を本当に見据えてみんなでそういう世界を考えてでそれを実践していこうという、まあ、そんな会議になるんですね。でそれで重要な、えっと、タイトルが であのキーワードになるのがまさにあのこれも所長おっしゃってましたけど人間中中心心から自然中心への資産の展開ということなんですねこれ今言ってもなかなかわからないのでこれを中心にしてですねその高野山会議というのを少しご紹介をさせていただきたいと思います。でそれであのすでにあの3回高野山で開催しておりますけれどもこれがパンフレットなんですけれどもでまずあの「 さまざまなですねこう,う科学私たちこの研究所ではですね科学技術の研究をしてるんですけれどもあのこれも所長おっしゃったように科学というのはにに非常に大きな恩恵をあの与えてくれました。特にあの日本はですね今ここにありますように人工知能だとか、ね、これ皆さんもよくご存知の通りでバイオテクノロジーだとか量子コンピューターだとかこういう分野をですねどん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 進めていこうということで展開をしているわけなんですね。 で、そういう中でですね。やっぱり。 日本もです、ね、大きな方針があってここにも書きましたけれども一人一人のです、ね、多様な幸せこれよくあの皆さんウェルビーイングって、ね、聞いたことあると思いますけれども、まあ、そういうウェルビーイングが実現できる社会を目指そうということで進んでいますしでさらにはそういうウェルビーイングをきちっとです、ね、実現できるそういう人材を育てていこうという、まあ、そんな流れの中で,です、ね、今国というのも動いているわけなんですね。もちちろん私たちの 研究所もそうですでそういう中でこう8つぐらいのねこういう科学技術の分野が大事だと言われてきたわけなんですけれどもこれ皆さんよくちょっと見ていただくと確かにそうだなと思いますよねところがねこれちょっとよく見てほしいんだけどこれどうもねあの人間がやっぱり自然をうまく使ってるなそれ使って利用してるんじゃないのかなっていうふうに思いませんか でこれももちろん重要なんだけれどももう一つ重要なことを忘れているんじゃないのかなっていうそういうあの問題意識を実はあの私たちこういう先端件はですね持っていたわけなんですね。でそれは何かというとやっぱり自然と調和する心がつながって自然と調和し、まあ、共存できるということはとっても大切なわけですよね。でこういう世界を1,200年後までも見据えてやっていきたい。でそのためにはいろんな人たちの考えを聞きたいわけです。 ですよね、まあ、そういうの,の中でですね高野山会議っていうのは発足したわけなんですよ。でそれでねここではね是非高校生のたくさんの皆さんもお越しいただいてるので自然の捉え方っていうのを少しね皆さんとね本当は議論したいんだけども少しご紹介をしたいと思います。自然を捉える時っってていいううののはは感覚とか時間というのはとか間も大切なんですねで例えばその感覚だけれども人がですねこういう自然の中でうまくこうやって で自然から恩恵を受けるわけだけれども実は人っていのは生物ですよねで地球上にはですね実は人以外にもたくさんの生物がいるのはね皆さんよくご存知で実は人以外にも180万種類もの生物っていうのが地球上には生息生きているわけなんですねでその中で人は実にね一種類しかいないんですよ 人が一種類でそれ以外ほとんどが人以外の生物ですよねで。例えば昆虫なんかだと100万種以上もいるというふうに言われているぐらいなんですね。でこういう中で実は人っていうのは皆さん今この会場で私を見たときにこういう世界があってすべてのものが見えているよね音が聞こえてるよねと思うじゃないですか。でそういう環境という自然環境というものを見るときにはですね例えば 光を見ると時私たちは色として見ることができますよね。で私たちは青色から赤色まで光を見ることができるあのとして光を見るわけだけれども例えば昆虫なんかですね人以外の生物っていうのは例えば私たちが見えないような紫外線っていう光ありますよねお肌の敵です。 ですよね。そういったものを色として見えるんですよね。私たちには全く見えないんです。でも存在してるわけですよね。で、こういうのが見えると何が嬉しいかというと、あの左の下にこれ、あの菜の花があります。これ私たちにの、まあ、見たときにこれ花って全部黄色っぽくしか見えないですね。で、ところがね、ミツバチが紫外線が見えるミツバチが見ると、実は花の中に色の違うところがあるんですよ。そういうのが見えるんですね。で、ここには実は蜜があるんですよ。 すぐ分かっちゃうんですね。私たちには全く見えないです。で、こういう新しい価値を作ってくれるんですね。実はあるんですよね。見えない世界には。で、それから右側はこれモンシロチョウですけれども、ここにはね、オスとメスがいるんですよ。これは我々には全く分かんないです。で、ところが、その昆虫たちは紫外線というのを見ることによって、右側が黒いのがオスで、左側の白いのがこれ、メスなんですね。一目瞭然ですよね。で、こんな価値をね、見えない世界でちゃんと与えてくれる。 私たちが知っている世界は世界界ほんんのわずかななですねだから感覚目で見るあるいは耳で音を聞くっていうこれなんか全部ね聞こえたり見えたりしてるように思うんだけれども実はほんの一部なんですよでそういう中で感覚の世界っていうのは生物によってずいぶん違ってる環境っていうのはもっと広い世界なわけなんですね時間,に時間もまさに同じなんですね 時間時計を見て一秒とか一時間という時間もありますけれども例えば生物にとっての一瞬っていうのはねとっても大切で例えば今左画面の左上チカチカしてますよねこれ頻度をどん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 早くしていきますこれ見えますよねチカチカしているのはここまで来ると見えないですよねこれ実はねチカチカしてるんですよでこういうのがですね人はですね実はこのチカチカをどんどん早くしていくと いつも光ってるる、ように見えるそ,のそれはどれぐらいかというと非常によく見える網膜の中にそう光を感じる細胞がありますけども60回ぐらいで周辺になるともう20回ぐらいしか見えない平均すると30回40回なんですよでところがまたこれ昆虫登場ですけどもミツバチこれ250回ぐらい羽ばたくんですけども私たちには目にも止まらないですよねでところがねミツバチっていうのは実にあこれ戻せるのかなあ戻こうか ミスバチというのは実になんと300回以上のチカチカチカが見えるんですよで、こういうふうに一瞬っていう時間っていうのは実は生物によっても違うんですよねで、こういうふうにね何を言いたかったかというとですね、自然環境っていうのは本当に素晴らしい世界なんだけれども実は私たちはその本当に次しか知らない見ることができない聞くことができない世界なんですねだから同じ場所にいても生物によっては 全く違う世界に実はなっているわけなんですね。で、こういうふうに人には見えない世界、そしから見える世界っていうのがあるということなんですね。で、それからですね、さらにはね、これ皆さんリンゴ見えますよね。これ何色に見えますか皆さん。 赤だよねで。それでもう安心しませんみんな同じような赤を見ているなっていうふうに安心するでしょこれよく考えてもらうと赤いその色が波長ね670ナノメーターぐらいのね、まあ、そういう光が皆さんの目に行って網膜の赤い色を感じる細胞がこれ反応するわけですよね。でその反応は調べることがで,きるんで,すよで調べるとねなんとね皆さんで少しずつ違うんですよ。 これがまた面白いよね機械で測るとピーンと一つねピークが出すんですよで。ところが皆さんはこれを違った色として見てるんですね実はね。でそしたら赤っていうふうに思ってるんだけどもこういうふうに皆さんにもいろんなバリエーション、ね、多様性があるんですまさにこれがね生物の多様生物というのは多様性そのものなんですねこういう感覚の世界も、まあ、そういうものなんです。 でこういうふうな世界に我々は実は生きてるんですよ。我々は見ているもの聞いているもの全てなんとなく客観的に見ているかなと思うじゃないですか実はそうじゃないんだ。非常に個性的な世界になっているわけですよね。じゃあ一方で、 じゃあ自然を私たちはどういうふうな関係性の中でこれまで見てきたのかそしてこれからどういうふうにして見ていかないといけないのかということを少し皆さんにですねご紹介したいと思いますでそういう中で大切なのは脳みそなんですねで人っていうのは進化をすることによって脳っていうのは出てできてきますよねこういうのがねよく見ると思いますで脳っていうのはね大きく二つの働きがありますで一つは何かというといわゆる意識をしてでそして 科学や技術を作るための脳ですね。これ理性とか認知でよく言いますよね。大脳新皮質っていう場所ですね。で、そういう働きがあります。でもう一つあるんですよね。もちろんね。で、それは何かというとなかなか言葉では表せないそういう感性とか本能の世界です。で、ここは芸術にも関わってくるかもしれませんよね。こういう世界があるんです。で、そして私たちはどうしても論理とかねそういうものに 中心にして物事を考えがちじゃないですかでそしていい答えをどん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 出していこうというそんな世界を作り上げてきましたよねこれ人間に得意な世界なんです。生物の中では人間に独特なな世界なわけですよで一方でこの感性とか本能これはいろんな生物も持ってるしこれまさにね自然とつながるところなんですね。でそういう中で自然と調和し共存しそして心を生むようなそんな脳って ま共存しているはずなんですよね。で。ところはこれまでね。科学だとか技術だとかいろんなことを考えるとどうも一番の方ね。理性とか知性そっちの方をね。少し使ってきすぎたかなという気もしますよね。で、それで私たちはその自然ですよね。自然を実は。 切り離してて考えてきたんですねこれまで,でこれはね科学というのは物事を対象がないと研究できないでしょだから人と自然を切り離すことでそれを対象として言葉を使う論理を使うというこのね人に特徴的な脳を使ってそれを理解をしでそしてそれを制御するあるいは利用するっていう形であのどん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 私たち人類というのは進歩してきたわけなんですね。でところが 実は皆さんもこれはもう心の中では思っていると思うんだけど自然と人って切り離せるのって思いませんで実は自然っていうのは我々の一部あるいは人っていうのは自然の一部なんですよね。人っていうのは自然の一部であっていろんな関係性の中でやっぱり生かされてるんだという、まあ、そんな考え方っていうのはとっても大切ですよね。 で高野さん会議自然と一体化するするるる共存いいうのを一つのつテーマにししして話もしましたよね。でそういう意味ではいろんな課題を解決する上ではでこういうふうに自然も一体化してでそしてこの中の関係性の中で物事を解決していくというのはとっても大切ですよね。でこういうことを現実にですね進めていこうというそれを考えていこうというのがまさに高野山会議なんですね。 でこれまでは人間中心、それはもちろん良かったし恩恵も受けました。でもこれからはですね、もっと自然を中心にしながら考え方を自分だけじゃなくて他に移していくっていうのかな。そこで初めていろんなものが見えますよね。でさらにはリザの心もそこから生まれるんじゃないのかと思うんですね。でそういう世界観の中で物事を考え、そして実践していくというのがとっても大切かなというふうに思うわけなんですね。 でそのためにこれ先端研はまさにいろんな分野が研究されていますでそういうのがまさに人中心とした人間中心とした科学技術の世界ですね周りにいろんな研究がでその中にですね実はもっと感性本能そういう、ね、自然とつながる世界も同時に入れるでそれが人ですよね人っていうのはその2つのバランスで成り立ってる だからそういう感性と理性それのバランスでいろんな価値がねさらに新しい価値が生まれるよということで,でそういう世界を目指そうっていうのが高野山会議なんですね。でそのためにあの東京フィルのまさに近藤薫さんをはじめとして音楽家芸術家の皆さんでそれから、まあ、東京芸大ともそうですけれどもでそれから世界中のですねあの芸術家やアーティストですねデザイナーとか とも連携をする。でさらにあの高屋さんのですね皆さんともですね連携しながら新しいこれからの価値観のあるですね価値のあるそういう世界をですねみんなで考えていこうということになったわけです。でそれで高野さん1200年続いてるんですね空海の世界っていうのはあらゆるものを受け入れるというそんな世界観です。でそこでこういうことをですね実際に実践していこう考えて実践していこう。でそれはまさに高野さん会議なんですね。でそういう中で皆さん若い特に人たちにも これからの時代に若い人たちです音楽の方が多いと思いますけれども、まあ、そういう人たちにです、ね、ぜひ頑張っていただきたいなということでカールさんたちが頑張ってです、ね、今回これを設置にこぎつけたわけなんですね。で最後にこれ「荒野山会議」これビデオがちょっとある2年前に開催されたものですけれどもちょっとご紹介し,最後したいと思います。人も実は自然の一部である でそして我々もその自然の中の一部として、まあ、自然をコントロールしようだとか恩恵だけ受けようっていうんじゃなくて自然の一部であってでそういう中で,です、ね、我々は生き,生きているんだいやあのまさに生かされているんだというね、まあ、そういう考え方っ,っても大切なわけです、ね、でそれがまさに1,200年間ずっと継続的にまさに持続してあの続け続けこられてきた空間がまさに高野山なわけですよね。 でそういう中でまさに我々科学者だけじゃなくてデザイナーやあるいはアーティストでさらには宗教家ですねでそれから哲学者そういういろんな方がやっぱりこう一堂に集まって本当にこれから我々はどういうふうなあり方をすべきなんだろうかあるいはこれから1,200年ごとを考えてどういう形で我々はその未来を作っていく必要があるんだろうかというのを今言ったいろんな人たちが集まって でそれを会議をしてそこで対話をして議論をしてでそしてそれを形にしていこうと、まあ、そういう形であの高野山会議っていうのは始まったわけなんですね。はい、まあ、ということでですねあの若い人たちがですねこういう世界観を持ってですね高野山会議の、まあ、青少年版でですね活躍していただけること本当にあの期待しているところです。どううもありがとうございました、はい えー、神崎先生大変ありがとうございましたでは続きましてですね今度はジェラの奥田社長から話題提供いただきますよろしくお願いしますはい皆さんこんにちはジェラの奥田でございますよろしくお願いします多数お連れいただきましてありがとうございますえー、っとグッド俗っぽい話になっちゃうんですがあれスライド出ますかね はい、えー、私の方はですね、まあ、これ今回、私とも JERA が青少年公約ん会議、共催をさせていただくことになったんですがなんで企業がね、こ共催するんだ皆さん、まずそこから疑問に思うかもしれませんので今日はそのイントロを少しお話をしたいなという,ふうに思います。でまずジェラーって皆さん知らないですよね、普通知らないと思いますもう高校生の皆さんからすると何じゃそれはって感じだと思うのでちょっとだけ紹介させていただきますと。 あのジェラという会社はです、ね、日本で一番大きな実は発電会社です日本の電気の約3割を、えー、我々の会社で発電をして作っているわけですねで、あのー、発電をしているだけじゃなくて一番その発電に使うための燃料の調達から輸送から えそういうところも全部やってる会社でありましてえ今火力発電の燃料の主力はえ天然ガスなんですがこの天然ガス日本の場合は液体にして持ってくるんですね LNG というこの LNG の調達量では世界最大の量を誇る一応そういう会社になってますで国内だけじゃなくて実はグローバルに燃料事業とか発電事業というのをえ展開している会社なんですね でここまで話をするとなんか皆さん抵抗があっていや化石燃料を使ってもくもく CO2 を出している会社かとうう思われるかもしれませんがあ現実、ですねたくさん出してます今いやだからこそ社会的責任が大きいわけなんですがただです、ね、我々もあのそういう世界で生き続けようとは思ってないんです。 でこ,こにミッションビジョンというのを掲げてますがミッション、まあ、企業の使命としては世界のエネルギー問題に最先端のソリューションを提供するということをこれ企業の使命として掲げてます。 それからビジョンこれは2035年ぐらいまでにどういう世界を目指すかということを書いたものなんですが再生可能エネルギーと低炭素火力これを組み合わせてクリーンエネルギー供給基盤これを作ってそれを日本だけじゃなくてアジア地域に展開しようとそういうビジョンを持っていますこれ低炭素火力って書いてあるのはです、ね、火力発電の燃料を燃やしても CO2 が出ない水素系燃料に変えていくということで実現をしようということであります。っていうのこういうのがジェラなんですが でなんでねそれがまあスティーム教育とか芸術に興味があるんだということなんですがあのジェラに限らずですね今企業経営っていうのは大きな節目を迎えてるターニングポイントを迎えてると思うんですね。であのありきたりな言葉ですが今までの企業の活動というのはとにかくお客さんのニーズに合った商品やサービスこれを開発してお届けをするというところに一番中心軸を置いてきたわけですね。 でさらにやっぱり利益を上げるために、えー、そのサービスや商品を開発するにあたってできるだけ効率的に作って利益を上げようと、まあ、そういう活動をずっと続けてきたわけですね。ただこれの副作用として、えー、皆さんよくご存じのとおりまず地球環境に非常に大きな負荷が今かかっている、まあ、気候変動の問題等が起きているということが現実にあります。 それかかから社会の構造にも大ききな負荷がかかってきてるわけです、ね、まあ一例を申し上げると今世界でデカップリングなんて言葉があちこちで聞かれるようになりましたデカップリングは世界の分断という意味もありますが、えー、社会の中で貧富の差の拡大による分断もあるわけですねこういう問題が起きてきてるそれからまた企業で働き続けた結果としていや子どもを産んで育てる暇がないそれが少子化につながるこういう問題も起きてきてるわけですね。で こういう企業活動はやっぱりもう限界だよねっていう声が、いろんなところから今上がるようになってきてるわけですね。だからこう今までのこういう企業活動、あえて効率追求型企業活動と言ってもいいかもしれませんが、えそういったものが価値創造型企業活動みたいに変わらなきゃいけない、今こういう流れが大きくあるわけです。 じゃあ価値創造型企業活動って何なんだということなんですがあのこれ私流に定義すると2つ大きな、えー、パターンがありますね。1つはそもそも今起きている地球や社会が抱え始めた問題というのを解決する方法というのをちゃんと自分たちで開発しそれを社会に提供することで、えー、事業としていこうこれ1つの価値創造型企業の在り方だと思いますね。 からもう一つは、えー、今までと同じように商品サービスを作っていくんだけど作り方を大きく変えて、まあ、地球や社会に負荷をかけないような新しいやり方で生産してお届けをするとこれも一つの価値創造型企業の在り方だと思います。でどっちの道を目指すにしても、 今までのやり方を一旦全部捨ててもう一回考え直すというところでは一緒なんですねもういずれもすごくレベルの高い価値創造力これが求められるというのがこれからの企業の大きな命題になっているということだと思いますで、ここで価値創造っていうことはこれなかなか難しいですよねいや誰の価値なんだこれ後から議論になると思うんですがこれ私はですねこの価値ってやっぱり地球とか社会というのを に価値を与えていくっていいくととうことだと思ってますでもっと自然な感じで言うとですねいや世界中の全ての人が自然に幸せを感じ続けられるようなそういう社会を実現していくそういう自然環境を持続していくための えー、ソリューションを提供していくそれが私は価値創造だというふうに考えていますがこれ価値創造の定義っていうのはです、ね、これこそまた大テーマでございますのでこれから皆さんと議論をさしていただければなというふうに思いますさてそういうことをやっていかなきゃいけない、まあ、価値創造型企業に転換していかなきゃいけないんですがこれやっぱり言うは簡単行うはほんと難しいあのー、やっぱ全く今までのですねやり方 の延長線のじゃないものでものを作ったりいすねで頭の中を真っ白にしなきゃいけないゼロから考えなきゃいけないでこれはどうやってすればそういう価値創造みたいなことができるのかということをずっと考え続けてるんですがすごく大事なことはですねまずその感性と、 思考のバランスというところがものすすごく大きなな鍵ににるというふうに思うふ思んですねでこれは言ってみればですね感じる力と考える力というのをちゃんとバランスよく育てるところから初めて価値創造ができる人間が育ってくるんじゃないか実はそういう仮説を今私は持っているわけですで一般的にですねこの絵にありますように 芸術の世界っていうのはこれ感性によよっててををししそれを伝達しようとすするわけですね頭でものすごく考えて数式にして芸術作っても多分つまんないもしくは出てこないんじゃないかと僕は思ってましてやっぱり感性で想像して伝達をしていく、えー、この後コンサートがありますがまさに感性で作られたコンサートそれをちゃんと伝えようとするということだと思うんですね。 一方この科学とかそれから私たちのようなこの企業人この間でやってることというのはどっちかというと言葉と数式あるいはグラフとかを使って理論的に論理的に物事を筋道立てて説明をして人に伝達しようということを絶えずやってるわけですねそうやっていろんな人に納得をしてもらうということをやってるんですで今この世界って結構分化されてるんですよね いや芸術家は感性の世界に行きますと。いやビジネスの世界や科学の世界は。いや、右側の論理の世界に行きます。これ全くです。実は二つ違う職業として。実は存在をしてるんですね。でここがね、私は実を言うと。価値創造を阻んでいるんじゃないかというふうに思ってるんです。この間でもっとどんどんやり取りをしながら。 感じる力と考える力これをバランスよく育てることによって初めて価値創造って可能になるんじゃないかっていうのが私の仮説なんですねでちょっと例を申し上げますと皆さんスティーブ・ジョブズ知ってますよねアップルコンピューター作ったこれねスティーブ・ジョブズがアップルコンピューター何で作れたかっていうとですね実は幼い頃に彼は日本でね浮世絵に出会ってるんですで大感動するんですよねここれ今までに見たことない絵だと。ない もう小さな絵の中にとてつもないたくさんの情報が入っていてそれが一瞬で自分に伝わるとこれすごいとなんでこんなことができるんだろうで彼はこれに感動してこういうことをコンピューターでできたらいいねと思うわけですね。 それがが実は彼アアップルココンンピュータータで作ったアイコンなんですね。ゴミ箱っていうのは。誰が見てもゴミ箱に見えるんでそこにファイルを入れればみんな勝手に捨てられるってうつまりあのスティーブ・ジョブズがアップルを作る前はコンピューターってマニアの世界ですよね。 一部のもうとんでもないマニアでオタッキーな人たちがひたすらコンピューターをいじってるって世界だったのが、まあ、スティーブ・ゾーズがこのアップルでアイコンを作って誰でも使える一目で見て何をするか分かるコンピューターを作ったことによってこれ世界にコンピューター普及したわけ誰でも使えるようになったわけですねこれってまさに実はスティーブ・ゾーズが芸術から刺激を受けてこういうことができて社会全体を変えるような動きになってたわけですねもう一個科学技術の出ていくとアインシュタインですね 彼はもちろん相対性理論で有名なんですが彼は数式で相対性理論を考えたわけじゃないと一般的に言われてますよね。いや彼の頭の中はいつも音楽が流れていた彼はモーツァルトの研究家でもあり自身バイオリン弾きでもあるんですが彼はバイオリンを弾きながらモーツァルトを弾きながら自分の頭の中でいろんな世界観を想像してその中でいや時間とか空間って絶対じゃないよねっていうふうに思いついてそれを 証明する手段ととしてて、まあ、数式を使っていっいたと要はそういう世界で実はまず感性芸術の世界からこの価値創造をしてそれを理論化するということを経て、えー、偉大な相対性の理論を作ったわけですね。 でもう一回おさらいすると、まあ、芸術って何なのかというとですねこれ言語はやっぱり数式では表現できないそういう世界を創造してそれを感性を通じて伝えようとするこれが多分芸術だと思いますで一方論理の世界っていうのはそれを感じた人それは、えー、より多くの人にその感動を伝えようと今度は言語数式化によって理論化してそれを学説とか新しいビジネスとして世の中に提供していくそういう関係にある。 つまり言い換えると芸術というのは実は新しい価値を創造する時の源泉力の源泉であるそういう位置づけをもう一回見直して社会にインストールをし直す芸術を社会にインストールし直すということがねやっぱり企業人から見ても新しい価値創造型企業に転換するための大きな私は鍵だというふうに思うんですで。じゃあどうやっててそれインストールしていくんだ えー、一つの方法まずこの芸術家それから学識者実業家今これバラバラに活動してますがバラバラではなくって社会の同じ土俵の上でこの人たちが交じり合いぶつかり合いながら創造活動を行うそういう場を作っていく。 でお互いに混じり合う、ぶつかうことでぶつくり合うことでお互いの感じる力考える力それぞれ高まっていってさらに次元の高い価値創造が可能になると、まあ、こういう、ね、好循環を作り出していくことこれが私は非常に大事なんじゃないかというふうに思っています。 教育現場の現場においてもこの早い段階から感じることと考えることの総合補完が価値創造につながるんだっていうことそれを認識させるっていうことが非常に重要だと思いますまずこういう場を作るっていうことかなと思いますで企業の役割としてはですね今まで芸術への貢献っていうことからするとすぐにこの冠コンサートとかあるいは冠の美術展とかそういうのをやるわけですね。 でこれは一見、企業と芸術交わっているようで本当は交わ,り交わり合ってないわけですねお金を出しているだけなんですよねやっぱりそれぞれがまずねこの企業人も芸術家も学者も属性を離れて集って一つの問題に対してそれぞれのやり方で、えー、アプローチして意見を交換する。 で感じる場と考える場こういったものを交互に作って企業人も感じる場を体験するし 芸術家の方にも考える場というのを体験してもらうそういう場をね、えー、作っていくこういうことを企業がお金を出して、えー、提供するということで逆に企業は、えー、価値創造型の活動にだんだん、えー、転換ができるそれから価値創造型人間を育成することを通じてやがてそういう人に企業で働いてもらうことによってプラスが生じるそういう関係ができると非常にいいなと企業人からはそう思います。 でよく考えるともこれやってる場があるよねとで去年まさに実は私小屋さん会議にあの参加させていただいたんですがまさに小屋さん会議ってこれをねやるにものすごくふさわしい場としてすでにもう生まれていたそれに走る時で私は気づいたんですねいやだったらこれもっと広げていこうよとこの小屋さん会議みたいな場があちこちにあった方がいいねあちこちにあるだけじゃなくてもっと若い世代大人だけではなくって これからまだまだ伸びしろのある高校生や大学生の皆さんにも参加していただいた青少年,場が青少年の場があってもいいんじゃないかということで今回、青少年小屋さん会議ぜひ一緒にやりましょうという話になったということでございますはい、簡単ですからあの我々が青少年小屋さん会議なぜ共催しようと思ったか簡単にご説明をさせていただきました奥、はいえー、田社長どうもありがとうございました。 はい、えー、だいぶ座が盛り上がってきましたけれどもここでいよいよですね、えー、まさにその先ほどのなまある意味のこう芸術家とそれから、えー、ものことづくりのですねビジネスの人も含めた交じり合いの場になりかけているこの小野さんですねこの小野さんをまさにこの引っ張ってこられたですねソ、えーラー先生にですね小屋、えー、さんからご登壇いただきたいと思いますソ、えーラー先生お願いできますでしょうか。 今日は貴重な会議にお招きいただきまして、本当にありがとうございます。えー、ここからは見えないんですけど、なんかたくさんのあ若い方がそこにおられるというようですの、ね、で、まあ、非常にまああの関心を持って、今、飲んでいます。えー 皆様ご存知のように、えー、孔大師様は、えー、お母さんを開き慣れた方でありますし、また日本の宗教界を代表する歴史的な人物の一人でもありますけれども、そういう意味ではご存知の方があろうかと思うんです。教科書で見た、えー、空海、孔、えー、大師という名前は、教科書で、まあえー、知っておられる方も多かろうと思うんですけどじゃあどんな人だったのかということに関してだから知られていないということがございます。で、孔大師様は、もともと四国の、えー、 現在の全通市でおまれになりまして、当時の町、まあ、長官といいますか、香川県の、まあ、県知事のような仕事をしておりました父親のもとで生まれたんですけども、若い頃から振動の誉れ高くてですね、こんな振動は田舎に置いてはダメだということで、京都の大学へ入学することを勧められました。 で京都にありますけど当時高校時代はすでにもう18歳でありまして当時の大学の入学年齢は15歳でありますですから大学に入ってみたところで、ね、みんな自分は年下の人ばかりでありましたと同時に当時の,まああのシステムによりましてです、ね、高級な高い位にある貴族の子どもたちはその大学での正式に関係なく卒業した後はですは、ね、高位位の管理になることができたと。 もうそういう事実にも直面いたしましてですね。えー、まあそういう意味ではまあ、若きの小僧大師さんは非常にまあ挫折の多い、えー、第一歩を大学で過ごし始めたわけであります。まああの、非常にまああの、博覧号機のですね、えー、能力を持っておられたんでありますけど、でも当時の大学では、えー、主たる教科、儒教の教えでありました。それだけダメでありまして、ね、仏教とか道教とか、 そういう三つの教えをですね、に精通することは当時の,、まあ、あの知識人として認めら,求められておったわけでありますけども、要するにその三つはそれぞれ膨大な経典群を用意、まあ、しておりまして、公房大使のはですね、特別な暗記力を持った、記憶力を持った人を持ってしてもですね、その三つの経典群の前ではもうたじろわずはなかったわけでまして、それで、まあ、自分の能力がう足らないと、まあ、それはまあ、どんな天才でもそういうふうに思うんですね、結果的には。 まあそういうです、ねえー、思いを持っておられまして、<laughs> その時に、えー、ある僧侶から、いわゆる三流修行者ですね、当時は僧侶になるのは国家試験でありましたので、えー、その国家試験に、えー、入っていない僧侶たちがたくさんおったわけです。そういう場合は指導僧と私に特度した人,人たちがおりましてです、ね、それたちは国の、まあ、コントロールを離れて山で中にてって、まあ、修行したりしているわけなですけども、そういうメンバーながら一人からですね、 仏教経典の中には、一遍読んだ経典を二度と忘れなくなる。そういう能力をですね、授けてくれる修行法があるぞと、まあ、おっしゃるわけであります。それは、国蔵菩薩のおお信号を100万遍お唱えするという、えー、修行法であります。愚文字と言いますか愚は求めるです。文は聞くであります。字は保つ、持つであります。愚文字の方と言いますね。これをやったら、一遍読んだ経典をお二度と忘れなくなるぞというふうにおっしゃられましてですね。 そんなもらうんだうとたら一批やっていくかなというで、その修行に取り組むわけになります。でもやってみると、さ簡単にいかない。それは結果的にはですね、もう大学辞めちゃうんです。それを聞いてですね、もう地方、自分の距離が終わってびっくり行動いたしました。と言いますのは、当時はやはり、うん、その勝手にソウルになることは国が禁止しておりました。と言いますのは、ソウルになりますと、要は税金が免除されますので、 こういう人がどんどん増えてまいりますので今国家財政,財政に響くものですから、えー、その総理になることはです、ね、厳格な国家主権によって認められていだけしかなることは許されなかったわけですけどもそういう人たちじゃなくてです、ね、勝手に暴走になってです、ね、山の中に入ってしまっているようなメンバーの中にです、ね、自分の息子が入っているということは非常に驚きではありました、まあ、今日はあの東大の学生の方々も思われるかもしれませんけどいわばえ東大の法学部に入っておったのに、ね、ある日突然ですね えー、なんかあの国が禁止してるですし。宗教はしが宗教団体のメンバーに入ってるというようなまあ状況であったわけであります。ですからそれに対しましてですね、まああの。 親族や一族、両親も含めて大反論するわけですね。えー、もちろんだからそれに対してもですね、やっぱり古墓大臣は反論しなきゃいけないということで、その中で、その三つの教えの中で、仏教、儒教、道教なんて最も優れてるのは仏教であるということをですね、まあ、宣言する、出家宣言って言われてます。書くわけであります。で、それを書いたの24歳であります。で、それから用としてですね、その後の、おまあ、 活動はわわからないけけでありますけど、まあ、結果的には、まあ、大学を中退してしまってです、ね、この仕様に打ち込んだということがまあ知られておりましてでそういう意味でですね耕、えー、大師は日本の歴史の中で最も有名な大学を中退した最初の第一号であ <laughs> <laughs> まああのそういうことがございましたとから今度ですね、えー、また次に歴史上に登場してまいりますのは遣唐使の一員に加えられたというところですね えー、また歴史上に登場してくるわけであります。じゃあその間何人だったかといいますと今のしました愚文寺の方をですね、えー、四国のサインを巡ってご使用されたということが知られております。ご自身がまあ書いてあるんですけどそういうこと。最終的に何が起きたかといいますとね <laughs> これもご自身が書いてあるところでありますけども「他、え、に、ー、響きを惜しまず明星来恵」と書いてあります。 自分がおとなしくですね、えー、口から発出するあの信号が他人なりにこだまする。要するにこの世界がです、ね、自分のとらえる言葉と、えー、ハームラディス、一体化する。そういう体験をして、そして明星ですね、明けの明星です、ね、が急に光を増して、この世界は光によって満たされる。とまあ、そういう体験を究極的にはするわけです。まあ、今に言いますと神,神秘体験といえはその通りなんですけど。ですから <laughs> うん、最初はですね記憶力を増進するという非、まああ,のある意味じゃ世俗的な目的のために業を始めたわけなんですけどその到達したところはですねそんな最初の意図したものだと乗り越えたということ、えー、想像を絶するような特別な世界が広がってしまったということがまあ,あ実た体験の中に起きたわけで,ですこれはですね当時日本ではです、ね、ここまで、えー、突き詰めてこの愚問治療法、えー、取り組んだ人いなかったものですから。 こういう体験をしたことに関して誰もですね、それは何を意味しているかだ、どういう価値があるか誰もあの説明することができなかったんですね。でそれでまああの実は、えー、ぜひ中国行って、えー、この体験を認めてもらいたいということがあったわけであります。それでまあ検討室の一員として、えー、中国へわざわざ決出したわけでありますけど、そこで初めてもう一歩ですね、えー、日本史の中に検討室の一員として登場してくるわけであります。 まあ、その後、まあと、右曲折がありまして、えー、台風にです、ねえー、見わりまして、えー、目的地を外れた現在、福建省に到着するわけでありますけども <laughs>、その当時は、まああのいや、天皇から向こうの皇帝にあえてた手紙で国書と言いますけどそれは第2戦にです、ね、乗っている人が持っていることになりまして、で第1戦に乗っていました小坊大社、ねえー、の船は、その国書を持っていなかったわけで,です、ね。 せっかくです、命から中国にたどり着きましたけども、えー、地方長官はですね、これじゃ海賊じゃねえかと思ってですね、えー、上陸ルしてくれラインです。で、その時にも検討大使はですね、えー、広大使の漢文の力をよく知っておりますからあ、あなたはあの、私に代わって、入国の許可を得ての文章を作ってください、ということを頼むわけです。で、その時に書いた文章と、その、えー、文字ですね、それを読んだ中国の役にびっくり仰天いたしますね。 こんなすごい文章と、えー、素晴らしい文字を書ける人間が、ので、読まない国だと思ってたら日本にいるのかということですね。まあ一挙に、まあ,あ、のその評判が高まりまして、そして中国、長安の都はですね、まあ、到達することができたわけであります。で、そこで、当時の、まあ、えー、中国で密教という新しい教えが伝わっておりまして、で、その一番のお,お師匠様でありました、警戒所でありという方にですね、面会を許されまして、その警戒上をですね、 えー、最初の面会の時にですねこの若い無名の僧侶が今でどういう修行をしたのかということをですね一滅のもとに認めましてですねそれであなたこそが私の次の後継者であるということをですねその最初のタイミングの時にですねもうい申し渡すわけですねそれはまあ公募たち自身も非常に驚いたと思いますけどもうん長い間、えー、この先生のもとで修行をしきって言た中国の弟子でもっと驚いたと思います まあそこからですね、まあ、工房大使の、まあ、人生が一緒に、ええ、切り開かれていくわけでありますけど実はまあそういうことをですね、実は、立花隆史もですね、この工房大使の電気のことをよく知っておりまして、あるところですね、この工房大使の、まあ、人生を、お俯瞰されまして、人間にとって重要なのは、若い頃に何に取り組み、何を勉強したかということが一番重要であると。それをやっぱりですね、どっかで、ええ、改革するときあってくる。 公文大臣の例を見ればですね、公文大臣の人生を見れば、いかにして若い頃に積み重ねたことがですね、重要であるかということがよくわかるといううなことも言っておりましたので、まあ、今日皆さん、お場しの皆さんにですね <laughs>、ぜひそのことをですね、知っておいていただきたいと、まあ思うわけであります。で、まあ、先ほどの、まあ、あの、うん、愚問寺の時の体験ですね、結局、この世界が、いわば言葉によって、 満たされているという体験ですねそして、えー、光明によってこの世界に満たされるという体験をしたということは実は一番講座にとして重要なことでありましてですね <laughs> で実はそのことが自分たちよくわからなかったわけです実は <laughs> それをですねこれはあなたがやったことはもうすでに悟りに到達しているということを見てみて下さってるのがさっきお話ししました、えー、警戒じゃないっていうことがありましたから。<laughs> その後ですね、工房大使の活動というのはで、ね、この自分の体験したことを、い、ま、わ、あ、ばいかにして言語化するかということに、生涯を通して、えー、費やしたというふうにも言えるわけでありますけれども、まあ、先ほどはですね、えー、自然との一体化とかですね、自分たち人間は自然の一部であるということを、まあ、これからですね、えー、求めていかなければならないというような、まあ、お話でございましたけれども、その自然というの一はただ単に私どもはですね、あ窓を開けて山の景色を見て,見ているような、 風景でありましたもしくは、え、幅広に立って、え、見てる海の形式でありますがこういうものが、自然。という、なんとなく一般的に思われますけども、<laughs> 実はその自然の中で,ですね、こんな風にして、いえば、その、お、姿、要するに、海や、え、草や木や虫とかですね、そういう、ただ単に私どもが認識しております存在を超えたですね、ある種の超越的な、 存在。まあまあ、それは仏様と言ったりですね、神様と言ったりするわけですけど、そういうものも含まれておりますですね。そういう、そういう、超越的な人たち、もの存在が、我々に働きかけてくる場、って言いますかうん、道具としての自然というのもですね、存在するわけであります。実は、えー、自然との一体化っていう場合は、人間の方から近づくというより、むしろですね、向こうの方から、自然の方から、まあ、自分を開示してくると言いますか、えー、開いてくると言いますか、 そういう働きがあるということをですねまあ甲和、えー、田氏の体験はあ教えてるわけであります。ですからまああのえー、もちろん自然の中にはあそのさまざまな、えー、星の流れとか風の流れとか水の音とか、まあ、ある種のイメージとそれから音楽的なものも、ね、含まれていますのでそういうですね全ての自然的な活動 の中にですね、いわばそういう超越的な存在の、まあ、が隠れておるというのが、まあ、工房大使の自慢の、まあ、体験したことの、まあ、えー、根底にあろうかと思うんであります。で、まあ今日あの、えー、調子の皆さんの中には、あのー、若い高校生の皆さんもおられると思うんですけれども、ですから、 友達ですね、えー、いわば、まあ、大学を辞めて、えー、3人修行に入られたようにですね、えー、東大を辞めて、もう壊さなく行こうかと、<laughs> そういうふうにですね、おられたかおら,れたらですね、まあ、あの、勘業したいと思うんでありますけどおとわし、あの、無試験というわけにはいきませんので、試験を貸したいと思います。その試験問題、これからです、出しますからですね、えー、よく聞いてください。<laughs> でこれは三択の問題であります。で今あなたは二人兄弟の弟ですという設定であります。でそこへお母さんがリンゴを三つ持ってくれました。これはニュートンが実験した時のリンゴではありませんけどもそのリンゴ持ってきてですねこのリンゴ兄弟二人で分けなさいと。 いうふうに、えー、お母さんがあ言っております。じゃあそのお母親からのですね問いかけに対して、これから言うですね、3つの選択肢をお,とあお話しますから、どれ選ぶかを今から考えてください。第一の選択肢ですね、いやー、お兄ちゃんまあ力も強いし、わがままなところあるから、<laughs> もうお兄ちゃん2つあげていいよと。僕一つだけもらったらいい。というのが第一の選択肢。 第2の選択肢。いやいや、兄弟と言うのもやっぱりその、徴用があったとしても、平等でなくちゃいけませんよ。だから、お兄ちゃんも一つ、僕も一つ。それで、残った一つは、半分に割って、平等に分ける。これがいいんだ。というのが第2の選択肢。え、第3の選択肢ですね。いやいや、お兄ちゃんも一つ、僕も一つ。残った一つは、 姿の見えない何者かのために取っておいておさらいする。その姿の見えない何者か。それはあの、えー、神様であったり、仏様であったり、えー、ご先祖様であったりですね。まあ、アップルコンピューターもありますから、ジョブズもいいんですけども、<laughs> におさらいすると。まあ、そういうですね、え三、ー、つの選択肢の中からですね、あなただったらどれを選びますか。というのが、まあ、 実はこれはですね、あのー、ある種人間の、まあ、あ社会のです、ねえー、進化というものに実は連動してるんであります第一の選択肢というのは要は弱肉強食の選択肢でありますえ、ね、え、それ力の強いものは全てを取って弱いものはそのお,あおこぼれ預かったそれでいん我慢しろというのがまあ第一の選択肢でありますで人類はですねこっからスタートいたしましてです、ね、これがダメだということで平等でなくちゃいけないとい 平等社会を目指してまいりますそしてまあ現在はですねそういうまあ世界に近づきつつあるわけでありますけど実はこの人類が目指した平等社会というのはですね実は欲望の平等でありましたみんなが同じように欲望を満足するようにそれを目指したのは結果的にですね第2番目の選択肢であります で、何が起きたかといか、もうそれは今皆さんがずっと議論しているようですね。まさに、我々が立っておりますと、この自然社会を、自然環境で破壊してしまうということが起きているわけでありまして、ね。これはどん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 進んでいる。もう人間の欲望はですね、限りなくてですね。特に、先進国で常時した欲望の結果をですね、途上校の人たちも、俺たちも分けてくれというふうに言っているわけでありまして、ね。現在のこういう自然環境の破壊はですね、途上校の人たちからいたしますれば、 本当、追いつけられたものでありまして。みんな先進国の人たちが、えー、欲望の満足のために自然を破壊したために自分たちも、ね、その、えー、こういう状況の、うん、落ちてしまったんだから、こういう自然破壊、破壊に落ちてしまったんだから、我々の方にこそですね、えー、その、果実を回してもらいたいというですね、うん、気持ちが強いですから、なかなかこれはあの、簡単にですね、あの、SDGs ぐらいではなかなか進まないと思いますね。まさに欲望の、欲望の、ああ、でありますから、 これが現在の、い、まあ、わば第2番目の選択肢がもたらした結果であります。じゃあ、第3の選択肢は何か先ほど話しましたようにですね、姿の見えないもの、それはおそらく、えー、人類の未来とかう、地球の将来というもののために、いわば、えー、欲望を抑えるというのが、いわば第3の選択肢で,です、ねで。これからはやっぱりこんなふうにして、えー 自分たちの欲望をですね、満たすために SDG をするんじゃなくて、<laughs> 何らかの形で、えー、欲望を抑えて共有していくと。抑えて欲望を共有していくというようなことをですね、目的とし世界、世界というのはこれから自分にとって必要でなかろうかというのがまあ第3の選択肢であります。ですから、この3つの選択肢の中で,ですね、えー、皆さんがどれを選ぶのか、もちろんそれは皆さんの自由でありますけども、もし第3番目の選択肢を自分は選ぼうと。 いう方がおられたらですねその方はぜひですね東大会なんか行かずにですね東大会にぜひ来てもらいたいと思っております以上ですはいソ相、えー、田先生大変ありがとうございました 三、えー、番目の選択肢を選ぶ方には、あの小早川大学も結構ですが、ぜひ東大先端研にも入っていただきたいというふうに思うところでございまして、えー、まあこの辺はあのただ総えだ、ー、先生も私もお二人だけではなくて、それ以外の方も含めた上であの将来を考えるということであの考えていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。えー、それではですね、えー、まだ二十分ほどあの時間が残っておりますので、ここから少し今までのご発表いただいた内容を含めながらですね、話を深めていきたいというふうに思っておりますけれど。 あのもうこれからランダムに当てますのでぜひあの恐怖体験で壇上の,の方々ですね構えておいていただきたいんですがあのまず添田先生はい多分最初には来ないと思ってたと思うんでちょっと逆張りしますけれども <laughs>、はい、あの先ほどのですねあの、ま、空海さんのお話の中から出てきましたあのま自然の方からこう ある意味超越した存在が人間にアプローチしてくる、まあ、超越した存在が人間にアプローチする際にこの自然という、ある意味のなんでしょう、ね、媒介を通じて我々に働きかけてくるというような言葉があったかと思いますけれども、あのその時にこに我々人間がです、ね、この働きかけがあったことをこう認識できるかどうかっていうのはあの、そう簡単な問題ではないかなというふうに私は思っておりまして。 あのどうなんでしょうね、その感度といいますか、この人間というのはもう自然からの働きかけがあったときには、もう間違いなく反応できるものであるのか、あるいはそこにはやはりかなり個人差といいますか、あの経験の差といった、能力の差といったものがあるのかっていうのは、この辺先生いかがものへん、よく自然の一体化というと、そのときにあの一般的に想像される自然というのはです、ね、本当にですね川が流れて、ですね桜が花が咲いて、そして空には星が舞たまく。 ま,たたいてるまあそういうような状況をなんとなく自然という言葉の中でですね、イメージしたんでありますけども、でも本当は自然はですね、もっとあの、恐怖に満ちた恐ろしいものでありまして、ね、人間はその中で生きていけない。一人でですね、山の中に掘り込まれたらですね、人間は絶対生きていけないわけでありましてですね、えーで、そういうような本当はあの、えー、恐怖に満ちた存在というのが自然の本性でありますですね。だから簡単に自然と一体化するなんてことはですねあ、本当は言うべきじゃないんだよ、本当は。 ですからそういうその恐るべき存在である自然の中でですね、放り込まれてです、ね、そこで立ちつくむというようなことが実は自然と一体化するということの中のです、ね、一つの側面でありますので。 まあそういうことを含めてまあ考えなきゃいけないんだありますけども、もちろんだから、そういう状況に、まあ、郊市なんかもさにそのですね、原野の中でですね、使用してるわけでありますので、えー、特に、まあ、ひょっとしたらそこには虎がおったり、まあ、ライフがおったり、村々は選びませんけど、あの、そういう危険な動物がおったり、熊がおったりするわけでありますからすね。そういう中で、やっぱり、あのーえー、一人で、何の防虫でもなしですね。 生活するわけでありまするでから刀、えー、もないしピストルもなくですね、えー、自然の中で掘り掘り自分を掘り込むわけですからそういうことはやっぱりあのうが実は自然と一体化するということの、まあ、本質だと思うんですねですから簡単にです、ね、自然と一体化するなんてことは使うべきではないと私思うんですけどもただしさっきお話ししましたように例えばイエスキリストの場合でもですね 公園にいで悪魔に試されるというふうに書いてある聖書の中ではこれなんかほとんど同じような体験だと思うんですね <laughs> ですからその今、まあ悪魔によって試されるという風な言い方になってますこれはまさにその自然が持ってる恐怖の中にですねイエスが掘り込まれて、ね、自分はもちろん入っていったんですけどもうんそういう体験をしてるということがありますので。 ですから、そのですね、おっしゃるようにですね、じゃあ、ぼんやるとですね、しょったからといって、その自然からのです、ね、声に、えー、本当の自然の声にですね、気がつくことないわけでありまして、えー、まあ、そういうある種の、まあ、えー、精神の、なんて言いますかね、んを研ぎ澄ましていくって言いますか。それは、それは、まあ、人為的修行方法がありますけども、そういう修行の中で、えー、そういう体験を、まあ、あ積み重ねていく。 いうことによっててを磨いてですね、えー、自然のほうから働きかけてくる何者かに、えー、応じるような要はチャンネルといいますかそういうものを開いておくということが必要だと思います。それなしには本当にですねただ山つあの星が流れたなとか、ね、<laughs> あの海の音が聞こえるなとか、まあ、そういうことが終わってしまうわけでありまして決して自然と一体化したりするということは決してありえないです、ね。 はい、い先生ありがとうございます。この自然を感じる力というか、まあ、この働きかけを感じる力っていうのはおそらく芸術家として近藤佳穂先生いろいろ思うとこあるんじゃないかと思いますけれどもか、はい、いかがでしょうか大変難しい話だなと思ってあのー、そうですね、まあ、都会に暮らしてますからね自然と一体化になることっていうのはまあ,あんまりないんですけども、あのー、演奏してる時にその あの今日あのお話の中にいくつかありましたけれども、えー、こうつながっている感覚 そう自然の一部なんだってやつですよね、えー、という感覚自然に生かされているんじゃないかとで、まあ、これ自然だけじゃなくていろんなものいろんな人たちに生かされているんじゃないかって感じることはあの例えば今日第2部でね実際目撃していただけると思います私たちねアンサンブルしてる時って本当にそういう感覚なんですね。自分1人ででは絶対に出ない音ですし えー、そしてその自分の音と相手の音っていうのが完全にこう融合してる感覚になった時の幸福感っていうのはもう本当にやめられないんですね。それでこれがあるからあの私今でもつらいつらい練習をしてですね <laughs> 長い長いリハーサルをしてですねあのやるんですけれどもこういうあのつながっている気持ちっていうのはあのまあ芸術的 芸術ってのはそういう助けになりますけれどもあの幸福感をねやっぱり与えることもできます自分がやっぱり感じることもできますしそういうこうそしてこう生かされてる、えー、感覚といいますかね、えー、そういうのをこう強く感じる時ってのはやっぱりこう演奏してる時に多いんですけれどもどうなんでしょうそのか科学者とかって私たちリアルタイムでやるんですねそういうこうつながってるなって。 でもちろん作曲家っていうのもいるんですけれども、えー、その科学者のよく言うあの巨人の肩の上に立つってありますよねそれってやっぱり過去の科学者たちとつながってる感覚ってあるんですかいやまさにそうだと思うんだけども僕ねもっと、ね、根本的なところが重要かなと思っていて皆さんもご存知だと思うんですけど地球にも宇宙にももともと感覚はないんですよ。 だから単に物理現象であったりするわけですね。で、そこに。音とか匂いとか色だとかっていう。そういう価値を与えたのって生物ですよね。生物いなければ、色も匂いも何もないわけじゃないですか。僕ね。そのあたりがすごく面白いな。と思っていて。で、僕ね、だから。 まさにね、科学でのその連続性っていうのもすごく感じると同時に僕はね自然都市行くとね結構都市行ったんですけどこう自然の中にいるとものがこう感じられることのすごさっていうか嬉しさっていうか僕はねそこがねつながるなっていうところがあってこう音が聞こえるよねこう青空は素晴らしいよねっていうでそれをその感じ取れるっていうのがまさに生物 だからこそだと思うんですよね。だからそういうのをやっぱりこう皆さんがそれぞれの世界観で持って、うん、持っているわけで、でそういうのを返してみんながこう本当に僕はね繋がっているなっていうのをすごく感じるんですよ、ね。価値のないところにこう価値が出来て、そう価値がやっぱり出てきてるっていうそうなんですよ。だからそういうのでそのなんかこうその見えないところで。 ね、でもありながらもうみんながつながってるなというのをすごく感じますよねだから科学っていうのがまさにそれを更につなげるのをさらにもっと違う角度から見るものだとは思うんですけれどももっとこう人間っていうかその感覚を得ることのできるその生物としての,そのつながりっていうんですかねでそういうのをすごく大切かな と思うんですね。だからそういう中でつながりながら、こう自分の感性と他人の感性とつなげていくっていうか、そういうのなんかそれはまさにアンサンブルになるかもしれないけれども、うん、そういうところはすごく面白いなっていうのをつくづく思うんですよね。うん、喜びというかね。そうだね、うんそうう。そういう、心の喜びというか、なんかこうまさにつながってるっていうのを感じること。 なんでそれ私にとってはね。私ちょっともう一個質問していいですか。あの奥田さんに奥田社長に質問させていただきたいんですけども、その企業と人とか企業と社会とかのつながりみたいなことっていうのはどういうところで感じられたりしますか。あのうんあの人今のちょっと自然の話ともちょっと絡めて言うと、あさっき私あの。 感じる力と考える力は両方いりますよっていう話をしてで感じる力って結局ねやっぱりこう自然に変える力だと思ってるんですよね一旦頭の中でいろんな、えー、とこれまでつけてきた知識だとかロジックとかそういったものはあるどうしてもそれがいつも頭の中にあるんですけどそれ一回ちょっとリセットして自然体一人の本当に自然の中の一人の人間生物として何,何か感じるものはないですか っていう,ふうに自分を置けるかどうかというところが実は感じる力と思っていてであのそれがないとなかなかそのしがらみにとらわれたあのビジネスしかできないというそういうことだと思うんですね。であのすみませんちょっとあの質問へのクリーンな答えじゃないんですがあのそのね自然を感じながら、えー、一番人に何かを伝えようとしている。 最先端にいるのは芸術家の人たちで,でそれって例えばオーケストラなんかでも60年代70年代のオーケストラと80年代90年代それから2000年全部違うじゃないですか、はい、あれって何で変わるんですかっていうのがあってね、うん、いや例えば70年代も,もうピカピカにカラヤンなんかが大変遷のオーケストラを。 磨き上げて、ものすごくこの大編成のオーケストラをこう一矢もうま一矢まとまるじゃない一矢乱れるねアンサンブルでこう聞かせるというそういう世界が。 いつの間にか80年代の後半ぐらいになってくるといやもっと小さいオーケストラになってお互い、なんか室内学のようにね指揮者がコントロールするというよりはそれぞれのプレイヤーがこう掛け合いながら音楽を作っていくような非常にフラットな関係のオーケストラに変わる瞬間がありますよね。それをまた我々が美しいと思う感覚が人間側にもあるわけですよ。 でこれが私は非常に不思議だと思うんですがそれが20年遅れて実は企業経営に来るわけですよ<ー>企業経営で今一番大事なのはフラットさなんですよね価値創造しようと思ったらフラットな組織じゃないと価値創造できないよと誰かがコントロールするんだったらそれは誰かの世界を超えられないから だからいろんな人を集めてすごく価値観の違う人を集めてフラットな経営しないと今の価値創造自体は生き残れないねってみんなが言ってるんですがこれって20年前のオーケストラーまさにそれをやってたわけでね、うん、でそこには何か我々の論理では説明できないなんかやっぱ空気が自然の中に流れていて。 それを最も早く感じた芸術家の皆さんがそれを最も早くやってそれが20年遅れで企業経営に来るこれとっても不思議だなと思うんですけどなんかやっぱり自然に支配されてるんでしょうね。 自然と社会というのはまあ対峙するものじゃなくてやっぱ影響を及ぼしながらこう多分ねいろんな価値観を生み出してくると思うんですが私はこれとても不思議に思うんですがなんかこう木のようなものがねやっぱ流れながら人間の価値観社会の価値観を変えていくそれをでも早くやっぱり感じ取るということが、うん、えどの世界においてもすごく大事だなというふうに思いますね。うん、なるるほどいやあの、まあ、おっしゃる通り,そのりこう、まあ、音楽家とか 非常に敏感なんですよ、ね、あのそれ何,何に敏感なのかというとあのちょっとその添田先生のお話に戻っちゃうところもあるかもしれないんですけれどもあの情報収集能力がめちゃくちゃ高いんですよね。でそれはそのとあとそのいろんな情報をおそらくあのハイクオリティに統合していると思います。うん、でそれ演奏している時もそうで あの聴覚だけじゃないんですよねもちろん視覚も使いますしこう触覚も使いますいろんな感性を使って一つにこう統合していくみたいなことがすごく強くてこれあのそのいや僕ちょっと怖いなと思っちゃったんですけれどもその感覚をどん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 研ぎ澄ましていくとその自然という恐怖を知るんだよははハハハハハって言われてしまったので, <laughs> で,あので、まあ、都会にいるとですねそういうことに出会わないじゃないですか。 なので私たちっていうのはこうあのどんどん感性をこう開いてあのどっかで鳥が鳴いてないかなどっかに星が光ってないかなっていうのをう見つけようとするんですよね。でこれがあの実は私愛知県の田舎にずっと住んでたんですけども東京出てきた時にあまりの星の少なさにずっと曇ってるのかなと思ってた、まあ、実際曇ってますよね。 ね、あの都,都市の,あ,のあんまり綺麗じゃない空気でで,でそういうところにずっといるとその感覚機能っていうのが衰えないかなというふうに思うんですでこれあの音楽家にかとってどうなんだろうとすごく思うんですであの高野山会議で私たちコンサートやりますでしょうでこの時に、ね、星空の満天の星空の下で弾いたことがありました真っ暗なとこで弾いた時にああこう なんか山の山の音が聞こえるっていうね感覚になったんですよねその山に囲まれたあの星空の人だったんですけどもでああいうのをこう知っていってそしてその山の本当の音ってのはやっぱ怖いんですよね何かこう底知れないものがあってでそういうものを知ってる人があの都会で何かを作るっていうような何ですかねこういう,こうサイクルみたいのがないと一箇所だけでこう一方向だけにやっていると。 おそらくあの、まあ、似たような価値観にしか集約しないしあの感性が鈍っていくというかダメになっていっちゃうんじゃないかなと思うんですけれどもあのでそういうところからいくと,あのといあのその企業とのねという20年前のみたいな話をしていくと我々、活動の中であのどうしてもその現代社会と戦わなくちゃいけないシーンというのはすごくあるんですよね。でそこに、えーまあ リアルな話をしてしまうと、どう？その芸術を社会に落とし込んでいくかっていうのは本当に真剣に考えていないと、あのすぐ手遅れになっちゃうというか、あのちょっと前までは良かったんです。でも、社会の変化がすごく激しいので、私たちがちょっとあの都会眩しいな。都会うる,うるさいなと思ってこう。耳を塞いでる間にですね。手遅れになっちゃうような。そんな危機感はね。実は持ってますね。 大変興味深いお話をいただきました、えー、もうちょい時間あるかなえー、っといやすぐ来ちゃうんですよすぐ来ちゃうんですね。<laughs> もう少しやらせてくださいすいませんはいあの今ね私にあの響いたあのコンセプトがあってその感じてつながるでそしてあの幸せを感じるときもあるってまあそういう話が出てたと思うんですけれどもその まあ当然のことながらつながるためにはやっぱり感じるっていう入り口があるんだろうと思いますけどそのすのつながるっていうのが実はなんかすごくマルチレベルな意味を持ってるのかなというふうに思っていて例えば先ほどのようにそのアンサンブルしてる間のその。 まあいかにアンサーブルうまくこう調整していくかとかっていうのはこれは多分もういちいち考えていたらあの間に合わないぐらいあの高速な判断っていうのを多分ですから脳の,あのえまあファンクションの話で言えば脳の周辺の大脳神出で考えるというよりはもうむしろあの脳の中心近くでですねある意味本能的にもちろんトレーニングを積んだ上だけれども本能的に合わせていくっていうでその代わり本能で合わせたものがパッと合うとなんかすごいこう直感的な幸せがそこに生まれるっていう。 まあこういうつながりが一つあると思うんですけどもう一つは先ほどの例えば企業と社会のつながりとかあるいはこの昔の科学者と今の私のやってる研究とのつながりとかそういうかなり論理的なセンスで語られるつながりもあるわけで両方ともつながりなんですよね。ただそのつながりの,その多義性というかでさっきの奥田さんの,あの話の理性と感性のバランスにまあ戻っていくんですけれども。 結局だからどっちが欠けても多分あの幸せな社会にはなりにくいと思うのだが、えー、まあ今我々が語ってた文脈からいくとその多義性のあるあるいはマルチなレベルでのつながりの中でよりその人間の本能あるいはその動物としての人間あるいは自然の中に生きている人間というサイドからの直感的なつながりっていうのが 実は特に先ほど都会という言葉がありましたけれども、まあ、今ここの都会でやらせていただいていますがあこういう環境に生きている我々の中では著しくこう欠乏しやすいのではないかとでそれによってさまざまなこうある意味のこう本来取れていたはずのさまざまなレベルのつながりがあその特にその本能的なというか感性的なつながりというところにおいて 弱まってててバランスを変えてきて結果、いろんな歪みが生まれてくるということもあるのかなと,いうふうにちょっと思ったんですけれどもこの辺、どうですかね、時性と感性のバランスをあの主張されている奥田さんから見ると、どういうふうにお考えになりますか。あのおっしゃる通りだと思いますねであの、やっぱりね、実は感性のつながりで結びついた、えー、っとネットワークって、ものすごく強いですよね、これ揺らぎようがないんですよ。それ理屈ががなないいから揺ら揺ぎようがない だと思いう、ね、のは脆いんですねであのビジネスの実業からすると結局何か新しいビジネスを作ろうだとかいや新しいソリューションを考えようという時に一人でできるわけではなくていろんな人たち仲間と一緒になってつながって。 初めてそれが実現できる、まあ、今の今風のイノベーションという言葉を使うとイノベーションってやっぱり新しい技術の開発で生まれるんじゃなくていろんな技術の組み合わせ新しい組み合わせ方で生まれてきてそれでが災害の問題社会の問題や地球の問題を解決するっていうふうに動いていくわけなんですがその時に論理でつながってるのかって言われるとそこは私は相当自信がなくていやそうじゃなくて実は最初につながったのは感性ですよと。いや感性がが合合うもの同士響き合ったもの同士士響きった 自然体でつながって、そこで新しいイノベーションが生まれて、世の中を変えていくっていうのが、ごくごく自然に今世の中全体でやっぱ起きているんだと思いますね。だから関性力ってやっぱり大事なんだなって企業人からしてもそう思うんですよね。はい、ありがとうございます。あの関崎先生、脳の立場から見たその脳とつながりっていうのはこういかがですかね。はいはい やっぱり僕もそう思いますよね。やっぱりこう何ていうかな意識してか作る感感覚っていうかあの繋がりっていうのはどうしてもやっぱりこうなんていうのかなそのなんていうかな価値が何ていうかな極限定されてしまうというかでそういう意味でやっぱり本当に何ていうかなあの。 だってうか感性とか本能的なレベルでですねでそれは非常にその強いですし変わらない僕は変わらない世界あってほしくてだからそういう世界観っていうのはやっぱりそういうとこが出てくるのかなというふうには思いますよね。でそれとやっぱりその何て言うかな脳でその理性で考える世界ね大都会にいたそこだとやっぱり限定された環境にやっぱりどうしてもなってくるのでやっぱりその関係性っていうのはかなり限界限定されてしまうわけですよね。 でなんか最近ほら漁師もつれだとかっていう話もやっぱりあってなんか宗教の世界が宗田さんにこの前ちょっとあの漁師の世界がねやっぱりこうその漁師に拘束を超えたようなぐらいのその関係性っていうのがやっぱりあるわけですよねでそういう世界観ってなんか宗教の世界ではそういうことを言っていてなんか漁師の世界でもそういう話が 出てきていてきい実は見えないそういう関係性理性だけでは考えられないような、まあ、そういう関係性っていうのはやっぱりきっとあるのだなっていうのをねすごくやっぱり科学者ですけどやっぱり添田さんからやっぱ影響を受けますねそういうところの,あのつながりっていうのはとっても大切かなと思いますよね。はいありがとうございますということでちょうど添田先生に振ろうと思ってたら前振りしていただいたんですけれども <laughs> この添田先生いかがでしょうあのつながりにおけるこの理性と感性あるいはそのバランスといいますか。 まあこのあたりについてあの先生の立場から何かあのご意見いただけるとありがたいんですがいかがでしょうか <laughs> そうですねいや、うん、もうなかなか答えにくい、えー、問いではありますけれどもただあの、まあ、理性とかもちろん感性とかそれはもちろんその通り、えー、の存在が、うん、によって我々人間動いてるんですけども <laughs> でもおそらく人間っていうのはですね えー、そういう理性とか感性とかいう言葉によって分類されたり、えー、把握されたりする異常のものだと思いますね。<laughs> で結局それは、まあ、あの残念ながら先端科学技術センター、いくら科学的に進歩してもですね、えー、残念ながら捉えることができない、ある種の,、まあ、あの人間の本質といいますか <laughs>、まあ、そういうものがですね、やはり、えー、人間にあってですね。<laughs> 残念ながらそれは人間が持ってる理性でも感性でも現在は,では理性といい感性といってものでは捉えることはできない何者かだと思いますね。 うん、さっきお話ししまそういう、そういう、あの、超越的な存在とのですね、出会いというか、開口っていうものもですね、その分野で起きてるわけでありますので、決して私どもが今言ってる理性とか感性とかいう世界で起きてる問題ではないですね。と言わざるを得ないですね。もちろん自分がそういうものあるわけではありませんけど、過去のそういう宗教的な天才たちの、うん、言動なりですね、言葉なんかを見ておりますと、まあ、そう考えざるを得ないですね。 はい、ありがとうございます。のがどうすということであの先端科学技術研究センターはなんとかしてそうした人間の本質に迫っていきたいと思うわけですが、まあ、なかなかありきたりの理性感性という言葉だけではこう記述できないです、ねえー、よりこの深いものがあるということでございますが、まあ、こちらにはぜひ全力を持って <laughs> アプローチしていきたいと思いますが、まあ、その道のりはまだ簡単ではないですね。 ということで、えー、今日あの青少年小野さん会議にこれから参加される方にもお越しいただいていますけどもどうですかあの今まで高校大学で勉強している話とだいぶ違う風景が見えてきてませんかこれが私学問だと思うんですよねいや教科書論で書いてあることは知識ですから知識の先にあるものをねぜひあの考えていきたいんですけども、えー、しかしながらですねやはりこの考えるだけではだめで あの感じる力やっぱり非常に大事だというのがあの、まあ、今日あの登壇されている方々の、まあ、ちょっと私まとめ過ぎかもしれませんがあの一致したポイントではあるかなというふうに思いまして、まあ、そのためにはですねやはりあのこの第一部のように理性を使ってある意味のこう対話をしてつながりを求めたならば次は 感性のつながりを求めるというのがですね、あのバランスを取り戻す非常にいいやり方かと思っております。ということで、あの第1部、少し紹介してしまいましたけれども、えー、そうそうたる川ぶれのですね、えー、登壇者にお願いいたしまして、えー、ディスカッションをいただきました。で、このあとはですね、第2部、予定通りでよろしいですかね、2分押し、はい、えー、2分押しまして、3時47分から、えー、青少年高野山会議の設立記念。 えー、R キャストというのは先端系の略称ですが R キャストコンサートということで,です、ねえー、本日は、あなんとです、ね、私の大好きな、えー、ボロディンの弦楽四重奏曲の第2番を四、ねえー、楽章をフルに演奏していただくということになっておりますのでぜひ皆様お楽しみにでは、まずは第1部です、ね、素晴らしいご議論を展開いただきました登壇者の方々に改めてお礼したいと思います。どううもありがとうございました はい、えー、それでは三時四十七分まで、えー、休憩でございます。いい <laughs> はい、えー、それではお待たせしました。えー、ここからはですね、第二部であります。 青少年講演さん会議の設立記念といたしましてセンター圏では実はこうしたクロストークの際にです、ね、しばしばこのコンサートを一緒に行っていますこれは先ほど申し上げたとおり、まあ、理性を尽くしてこの対談をした後はですねこの感性を豊かにしてです、ね、それでよりこの高い次元に上りましょうとそういう試みと言わせていただきます。で今回はです、ね、先ほど登壇されておりました 我々先端研の特任教授の近藤薫先生が第1バイオリンとしてですねこの弦楽四重奏を特別に編成いたしましてですね皆様にボロディンの弦楽四重奏曲の第2番をお聴きいただきます今回は1楽章から4楽章まで全てフルでお聴きいただきますで演奏者の方々をですねあらかじめご紹介いたします 第一バイオリンが先ほど来、何度も名前を出しております、近藤薫先生、東京フィルハーモニー交響楽団のコンサートマスターを務められております、それから第二バイオリンですけれども、戸上真理さん、戸上さんは今、京都一律芸大の准教授をされております、あの元東京フィルハーモニー交響楽団で第二バイオリンの首席を務められていらっしゃいました。 そしてビオラは NHK 交響楽団の次席奏者の中村博典さんでありますそして最後にチェロですけれども読売日本交響楽団の首席テロ奏者であります富岡蓮太郎さんにお願いしておりますそれでは皆さん奏者の方々は拍手で迎えましょう Thank you. うん。 Thank you. 素晴らしい演奏ありがとうございました改めまして奏者の方々ご紹介いた,いたします、えー、ファーストバイオリン近藤香織、えー、セカンドバイオリン高見麻里美容田中村博之、えー、そしてチェロが富岡蓮太郎でございましたあ素晴らしい演奏ありがとうございました 楽しみいただけましたでしょうかあの、感性が高まって、これからまた第3部、いろいろなあ楽しいお話ができるかなと思っております。えー、そこでですね舞台転換も兼ねまして、えー、しばらくの間、休憩をいただきたいと思います。 30分あすみません、はいあのー、無理だという <laughs> 指令が出ましたので、えー、4時30分からあ第3部に入っていきたいと思います。それでは若干トイレ休憩ですね。はい、ではまた4時30分にお会いしましょう。 はい、えー、それでは第3部に入っていきたいと思いますがなんと先ほどファーストバイオリンを務めてられました近藤先生がまた登壇者で、はい、今日はマルチですね。ありがとうございましたということであの早速始めていきたいと思いますけどこのセッションではですね、えーまあ、第1部あのどちらかというとあの残念ながら今回全員おじさんたちだったんですけども <laughs> <laughs> おじさんたちがですね,ですね壇上で繰り広げた議論を皆さん聞いていただきまして第2部は打って変わって。 ボロディンの美しい音楽にあの実を委ねていただいたかと思います。そしてここ第三部なんですけれども、今回青少年小屋さん会議のまあキックオフということでもありますので、ぜひですね、うんえー、この青少年小屋さん会議のこれから主役になる方々にも参加いただいて話を繰り広げていきたいと思います。はい。でそれじゃですねまずあの今度カ先生、はい。ボロディン素晴らしかったんですけれども、あ,ありがとうございました。まあ私が好きな曲だからってん選,ん選んでくれたわけじゃないはずなので、はい。このボロディンの 第2番を選んだ何か理由とまで言わないかもしれませんけどああきっかけがあったんじゃないかなと思うんですがその辺いかがですか、はい、選曲のってことですね、はいあの。私そのプログラムを考える時にですねあのまず曲が浮かぶんですね「あこれを弾こう」という風にまず曲があの先に出てくるんです。でそれで、えー 時が経つとですねその本番が近づくとなぜこれを自分が選んだのかっていうのがだんだん自分で理解できる認識できるようになってくるんですね。で今回もだから、えー、選んだのは随分前ですけれどももう本当にほんの2日前ぐらいにあこういうことなのかなっていうのが自分でだんだん分かってきました。でそれをねあの今私が言ってしまうのもいいんですけどもあの、まあ、一部二部聞いてもらって 青少年の子たちが、えー、ど,うどう思ったかというかう、ね、どう感じたか、えー、これまあ言語化するの難しいと思うんですけどあのなぜ今度はこれを持ってきたんだろうっていうのをちょっと想像してもらいたいなと思うんですが、はい、いかがですかね。あいちょうど感性が高まっている状態であのいろいろと皆さんにつながりをですね、えー、探ってもらいたいと思いますけれども。あの 実は私ボロディン好きな理由はいくつかあるんですけどあ,のあえて2つだけ申し上げますとボロディンって実は。 科学者ケミストなんですよね。化学者、ね。化学者なんです。はい,はい、はい。なので、えー、理系の人なんです。実はなんですけど。まさに、あの、アインシュタインもそうなんですけど。こういうボロディンのような、あの。サイエンスをやってた、テクノロジーをやった人間が、実はこんな素晴らしい曲を書いてるっていうのは、これすごいことだな。っていうふうに改めて思いました。両立するんですね。そうですね。あの、日曜作曲家だったんですね。あの、要するに、アマチュアだったんです。化学学者の方が本職で、ボロディン反応っていうのはね。あの、大学の教科書に出てきますか。 はい、はい、っていうのがある。 確か振動反応かなと何かだったような気がしましたけど、はい、それでもう一つはですねあの、まあ、皆さんご存知かと思いますけどボロディンロシアの作曲家ですねでまあこのロシアと言いますと今非常にあの国際情勢上ですね、えー、難しい状況にありまして、まあ、先ほどあのボロディンのこう美しいメロディーに身を委ねていながらもですねそうかとこの、まあ、作曲がなされたのははるかに前ですけどもこの作曲がなされた地域でですね、まあ、今残念なことに人々がいがみ合ってですね殺し合ってるっていうそういう現象ですね。 現実もあるわけです、ね、まあこれ人間の差がではありますけれどもこういう動物の一種でもありますから、まあ、人間というのは直感に任せるるとと殺し合いいいいを始めるという、まあ、そういうそ差がも持っています一方で先ほどのようなとても美しい音楽を我々は分かち合ってですねそして心が通じ合えるっていうそういう性質も持ってるんですよね。 これがまた人間の,その脳の深いところの多義性といいますかですねいろいろな面があるんだなというふうに思っているところであります。まあ、こんなところにしましてですね、是非これからを担う小屋さん青少年小野さん会議の参加者からですねこの何でもいいですよ第1部2部を聞きながら感じたことを考えたことでもいいですしそれと先ほどのボロディンなんかをですね つなぎ合わせてていいただいても結構ですしはたまた近藤薫先生がこの曲を選んだ後から浮かんできた理由っていうのを当ててみようっていうのもいいかもしれませんけれどもぜひどうぞ我こそはと積極性が大事ですはいどうぞ<お>はいえっと最初の方にその地球温暖化の話とかにあの触れていてそこから思ったことなんですけどまあ人間が 技術を発展させていくために環境を破壊してしまったり自然に影響が出ていてそれが地球温暖化として今問題になっていると思うんですけどその問題を何で改善していくかっていうのはやっぱ今の技術で改善していくっていうなんかその技術を発展させるために自然を破壊してしまったものをその発展させた技術で直していくっていう。 ことがなんかすごいなんか縁,の縁でつながってるような感覚があってでなんかそういうのを考えると「なんか無駄」っていう言葉があると思うんですけど、まあ、なんかやることとか出来事ってなんか無駄がないんじゃないかなってすごい思うんですけどなんか皆さんはどう思いますか おいきなり本質的なポイント来ましたね、ここはぜひ、奥田社長いかがですか <laughs> すごい難しい質問が来ましたね、あのまずね、これ、技術だけで解決する問題じゃないっていうのは、多分みんなもう認識し始めてると思うんですよね、あの技術、まあ、この、いや、例えばね、あの地球温暖化、まあ、気候変動、大変だ、CO2 というところにすごく注目を今、されてるわけですよね。 いやだから CO2 出さないようにしよう太陽光,をい,っぱい,太陽光をいっぱい利用しよう太陽光発電いっぱい置こう風力発電いっぱい置こうそれは一つの解,答解決策だったんだけど例えば太陽光発電を、ね、じゃあ置いていくためにいや家の屋根につけてるうちは問題がないんだけれどもそれから空いている土地にあ置いてるうちには問題ないんだけど。 山を崩し,崩し始めてそこに太陽光発電を置きましょうとかね、えー、それから風力発電も、えー、っとこれは確かに有効なんだけど、えーまあ、海中風力発電にしちゃうこれ感覚的にどうですか皆さん <laughs> あのこれねあのここがやっぱり感性で大事なところであのやっぱりこの 技術,技術で考えるとそうなっちゃう可能性があるわけですよ。こここれはこれはででままた違うう問題を引き起ししてしまうわけですよねいやだからそのさっきの感性というところというのを僕らすごく大事にしなきゃいけなくって「あそれは違うよね」っていうふうにみんなが思える感覚を持ち続けると「あこの方法だけで解決するんじゃやっぱり駄目だよね」って思い始めると思うんですよね。 だからそのエネルギーの作り方を変えるだけじゃなくってそもそもエネルギー使わない社会というのをどうやって作っていくのか、まあ、最近循環型社会というのこのはやのってはやってとかだんだんそっちの方へね議論がシフトしていってるんですがやっぱり基本的に僕らのやっぱり使ってるエネルギーというのは。 えとたくさんの新しいものを生み出すすために作ってるわけですねゼロから全部新しいものを作るというところにエネルギーで余計エネルギーを使っているところがあるからそうじゃなくて一回使ったものをもう一回ちゃんとリサイクル仕組みを作ってそのリサイクルもなるべく省エネルギーでリサイクルするということをやり始めてそれがうまく回るようになったらやっぱりエネルギーってそもそも作る前に使う量が減るからだいぶ使わなくて済むようになるよね。 とかね、それとかそもそも行動の我々の仕方を相当変えるというところですよね行動様式を変えることによって使わなくて済むところはそういうふうに変えていくだからいろんな選択肢をミックスしていかないとそもそも解決できない問題だよねというふうにやっぱり動いていかなきゃいけないと思ってるんですよね。そそれをやっぱりその えっといろんな国がいろんな思惑でやっぱり動くわけで,でそれは、えー、なピュアな思惑もあればそうでない思惑も実は社会にはいっぱいあるわけですよね。でそこをちゃんとやっぱり見極める力をやっぱり我々はつけなきゃいけない。 で、いやというと思いますよ。だから技術だけで全部解決しようと思うと相当変な力向へ行っちゃうわけなんでそうならないためにはやっぱり感性の力をしっかりと磨くということとそれからいろんな思惑で動いていろんな,方いろん,な,こうなんていうかないやこう ま正直言ってその選択肢をやたら狭める方向でねやっぱり動こうとする動きもやっぱあるわけなんだけどそういうのはちょっと違うなっていう感覚もやっぱり皆さんにもぜひ持ってほしいでそこはやっぱり考える力も大事なんだけど感じる力を鍛えてこそその辺の感覚っていうのが、ね、僕は分かるようになるというふうに奥田、ねはい、社,社長と私の分野は丸かぶりなのでついつい、いろいろ言いたくなっちゃうんですけれども <laughs> あ,のあえて1個だけ付け加えるとですねあのよく白黒はっきりさせろとか 言うじゃないですかで先ほどの技術の力で例えば環境が損なわれたのを直しましょうって話ありましたでも先ほどの小倉社長から太鼓や風力の問題も出てきましたあの私自身は太陽電池開発している人間なので太陽電池を世の中に敷き詰めればあの世界は全てハッピーになるって言いたいんですけど全然そんんななことないんですよねもちろんある面ではハッピーにしますけど逆の面でアンハッピーにするでとにかくですね今あの世の中の尺度がすごい多軸なんですよね。 例えばエネルギーも足りなきゃいけないけどでも人間だけがエネルギーたくさん使っていいんですかって話もあるじゃないですかそす生物多様性なんて言葉も最近聞いてると思いますけどもやはり地球上のありとあらゆるこのものがですねものと意味は生きるもの、えー、あるいはひょっとしたら命があるかないかというのはなかなか微妙な定義ではありますけどもさまざまな地球上のものがやはりお互いに最後は調和して豊かになっていくってことを目指したいわけですけどそのために こちら立てるとあちら立たずって話がすごいたくさん出てくるんですよねで、これがものすごく複雑なんだけど我々はこの複雑さと向き合って行かなければいけないただそこに岡田社長おっしゃるようにいや本当に複雑なんですけどそれを例えば全部方程式に立ててコンピューターに入れたらあるいは AI が考えたら最適化が出てくるかというとある面ではそういうところはあるんだけど必ず考え落としがあるんです間違いなくありますあの科学やってる人間はそういうので信じてほしいんですけど <laughs> そこをカバーするのはやっぱり想像力とか 感じる力だと思うんですよねだそういう点で見方でこれからいろいろな社会の問題っていうのを眺めてもらうといやこっちに見方すればいいんだって話はなかなかないっていうのがよく見えてくると思うだけどじゃあやめたっていうのはやっぱダメなので少しでも前に動きましょうっていうのを考えなきゃいけないだこの複雑になった世の中を何とかして調和させていこうっていうのはやっぱり皆さんのより豊かな感性に基づいた前に進もうっていう力そしてみんながまあぶつかり合っていくっていうね この作業によって、えー、あるいはそのぶつかり合っていくプロセスの中でさまざまな問題を抱えながらも少し一つ一つこう解決に向けて動いていくっていうその取り組みをねやっぱり特に若い皆さんには期待したいんです、まあ、ちょっとなんか最後のメッセージみたいになっちゃいましたけどはいということでいきましょう次どうですかはいじゃあ、えー、とその大人、ね、にうんじゃあ次それではいあ,あこんにちは えっと、その日本とか中国とかそういうそういう物質っていうか技術とかでそういう、えー、描いている社会であったりあとは世界の幸福度が1位であるブータンとかそういう何でしょう今おっしゃっていた感覚とか自然で生きている社会とかいろんな社会があったり他にも戦争していろんな思想が混じり合っている社会もあったりすごく多様な社会。 の中で自分たちは生きていると思うんですけどその中で自分たち人間が、えー、どのような,なんていうんでしょう平和を維持するためっていうかそういうためにはどういったことをああとその何年後とかの未来はどういう未来であってほしいっていうのがありますかどういう未来であってほしい。 なるほど、これもなかなか深い問いですけど、ここはですね、はい、先ほどから添田さんの出番だという声が会場から聞こえておりますので、ぜひ添田さんにお考えを聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。と、会場の画面出なくなっちゃいましたね。いや,いやいやあ。あ、出ました出ましたありがとうございます。なかなか難しい問いですね。<laughs> それ簡単に分かれば、もう、あの、うん、そんなに苦労しなくて、えー、みんなこんなにいろんな会議しなくても済むと思うんですけど、なかなかその会が見つからないから、こんなふうにして、まあ、何気そうだと思いますね。だから、エネルギーを作るたり、また別のエネルギーを使っている。CO2 を出さない、水を寄せたり、また別の CO2 を作っているってですね、あの、そういう、まあ、サイクルの中に、えー、閉じ込められておりますから。そうですね、やはり、やっぱり <laughs>、 まああのさっきちょっとお話ししましたけどうんやはり先進国と途上国でやはりその、えー、社会のなんて言いうかもちろん途上国の中でも貧富の差が非常に増えておりますけどやっぱり一般的にまは,はり生活水準がやっぱり途上国の方がはるかに快適な生活を送っているということは言えると思うのでええー、先進国の方が途上国のやっぱりその地球温暖化のいわばその、あのあ、ー、ダメージをですねより大きく 深く受けているような気がいたしますので <laughs>、やはり途上国の方が何らかの外部か別にやっぱり自制って言いますかね。そういうものが必要じゃないかなと思います。ですね。はい、ありがとうございます。あの、添田先生、もう一言だけ、そういうあの空海さんの教えであるとか、その仏教の考え方から見たときにですね。その先ほどの会場の彼の質問ですけど、<laughs> こうどういう平和なと言いますか？調和が取れた世界を目指していくことができるんだろうか？っていう。 こういう根源的な問いに対して先生のなんかアドバイスございますでしょうか。そうですね。まあ公募大使の時代はこんなにあの地球は環境を破壊されるっていくことはご存知なかったと思いますのでですね。公募 <laughs>、えー、大使の思想から何かを延期するっていうことちょっと難しかろうと思うんですけれども、まああの公募大使はとにかくすべての人を救いたいっていうのがまあ公募大使のあのお気持ちでありましたので、まあそういう意味でやはりあのより。えー 救いの手を必要とする人たちに視野を向けるという視線を向けるということが、まあ、仏教的にはそういうことになるんじゃないかと思いますねそういう時に感じる力ってねやはり大事ですか、ねうん、そうですね、やはりそれは本来、人間が持ってものだと思うんですけどね。 まあ俗に言うとまあ慈悲とか言いますけどもそれはしばらくまあ慈悲というのはお釈迦様とかうんお仏様が持っている慈悲と我々が持っている慈悲とは所詮は違いますけれども我々の慈悲はどっちかどっかに利口的なものが含まれていますからうんそういうものを自覚しながらあの慈悲をですねえ実行していくということが必要だと思いますね。 宗の坊さんでありますけども、まあ、有名な一級さんでありますけども、昔話で。実像はやっぱ違いますけども、その一級さん、実像の方の一級さんが言ってる言葉の中に、ある時、えーえー、道端で、えー、寒さに震えてる物乞いの老人を見つけたと。それで一級さんは自分が着とったあの上っ張りをその老人のために与えた。その老人はですね、全く俺を言わないと。 で一さんはね「お前こんな俺のものをもらったのでどうして礼儀はないのか?」まあ問い詰めたところで「いやあんたこそ私に声も与えて嬉しいだろう」うだから礼をれ私にと <laughs> というふうに、まあ、あのその老人は言ったという話がありますので、まあ、そこにですね物を与えるっていいますか慈悲っていう一、まあ、さんの声まさに慈悲によって出されてるわけですけどその慈悲というのは決してそのた単に他人を思いやってるだけではなくてそれで自分自身が、まあ、喜んでるっていいますかね、えー、そういう点があるとだから慈悲というのはなかなか単純には成り立たないということを、まあ、この説は言ってるんですけども <laughs> まあだからまあそういうあの先ほどまあ先進国と途上国という話をしましたけれどもうん、先進国の方のまの慈悲といいますものを与えるんだというです、ね、上から目線ではなくてです、ねえー、与えることによっていわば自分たち方があののうが自分の心の中で喜ぶところがあるんだということを自覚しながらやるという,ようなことが必要なんじゃないかと思います。 ありがとうございますあの、ね、仏教には「自理理太」という言葉もございますけれども、まあ、まさにですね、えー、そうしたまあ想像力をえ働かせて、えー、実はあの人のためにやってると思ったら自分がメリットを受けてるってこともまあ まあ,まあ,あるわけですよね、まあ、そういうさまざまなこう広い考え方をですね、えー、取れるようにしていくというのは大事かなというふうに改めて思いましたで反田先生は実はここであのお時間となってしまいまして、はい、あのまあ夕方のお勤め等もあるかと思いますので、はい、あい是非これからもです、ね、あの青少年高野山会議あのまさにえ来年本番に入りますのでそれに向けてまた先生の,あのお力添えが是非必要ですのでよろしくお願いいたします。 いや、ね、あの、小原さんでお目にかかりまして、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、それではですね、次行きましょう。はい。じゃ、あどうぞ、その白い方。はい。白い、白い服の方。はい。で、その次、後ろいきますから。はい。 えっと、先ほど杉山先生がおっしゃられていた通り例えばエネルギーの分野などによっては、まあ、それぞれの関係者の利害がその非常に入り乱れていたりだとか外部経済外部不経済の問題でその,その調整をしていくことが必要不可欠だと思うんですけどもそのような役割は基本的に政治が担っている現代ではと思うんですね。それにおいて現在研究者たたる先生たちの 役割だとか研究はどのようにアウトソージングしていくべきなのかについてお話を聞かせていただきたいです。これはまたいい質問来ましたね。いやもうあのあとちょっと三十分延長しましょうかって感じなんですけど、いやあのですねはい確かにあのまあ政治祭りごとはそうした複雑に絡むあのー。 さ、ね、まあ、できるだけ、えー、まあなんて言うでしょうね三、えー、歩をべてよしというふうな形にこう丸め込んでいくっていうあの性質を持ってまして、まあ、これがないとなかなか複雑な世の中はうまくあの調和取れないわけですねただですね、えー、私は一応技術やってる人間として思うのはその政治家の例えばディシジョン判断ですねがあの常にこう 健全な根拠に基づいて行われるというのが非常に大事だと思っています。例えば今の社会よくあのディスインフォーメーションなんてあの専門家は言うんですけれども、まあ、広く見たときにどう見ても怪しい情報っていうのが世の中をあの駆け巡りやすくなってますよね。でそういういい情報に基づいて あるいはそういう情報は一部の人はものすごく好む情報だったりするんですけれどもその一部の人だけを満足させるようなディシジョン決断をしてしまう可能性がどんどん増えるわけです。ですからその情報の公正さというのを我々科学なりあるいは科学というのは別にその自然科学だけではなくてですねその社会科学もそうですからさまざまな人々の動きであるとか行動パターンとかそういうのを科学的に解析するのも科学なんですよね。そういういこと全てを踏まえた上で できるだけ科学的に見て公正な判断材料をその政治に与えるというのが一つ我々としては大事でもひょっとしたらそれは政治だけではなくて経済活動も全く同じかもしれないんですよねですから企業さん、まあ、ジェラの社長さん奥田さんがぜひちょっとこのあと言コメントいただきたいと思うんですけどどういう,こう情報に基づいて判断していくかというのは非常に大事な問題でその根本が間違っていたら正しい方向にはいかないと思います。ですから我々の アアカデミアって言いますけど、まあ、大学とかですねそうした科学を追求しているものから見た時の役割というのはそういう、まあ、将来こうなるであろう将来だったらこの今とても難しいと言われている技術は2050年にはここまでなんとかなあの世の中に入るようになっているはずだということも含めて今の時点で最も正しいと思われる見込みあるいはそれがある程度幅を持っているんだったら幅を持つということも含めて判断をする人にちゃんと提供するでその判断を、まあ、ある意味必要であれば一緒に 話し合いディスカッションをして、えー、助けていくというのが我々の役割かなと思いますが奥田社長どうですかありがとうございますもう素晴らしい今回答をね杉山先生からいただいたんであの企業の立場からいくとですねまずその政治っていうのはどういう意見を言うかというと大体国益を代表した意見を言うんですよねつまり本当の意味で国際的な視点で あるいは地球全体を代表した意見を言う政治家ってほとんどいなくて基本当はどっかの国の政治家がものを言うイコール実はその国にとっての益というのをやっぱり考えながら発言をしていくわけですね。 ただその脱炭素でもたくさんの選択肢がある中でいやこれがいいよっていう時にやはりそこにはどうしても国益とといいいうものがが必ず入っってると思った方がいいですねでそれに対してやっぱり杉山先生には科学者というのはそれは関係なく国益は関係なくこの科学技術という観点から見て正しい情報をちゃんと提供するという役目。で我々企業というのは実は実 えっともうジェラもそうなんですが日本でだけ活動してるわけじゃないんですね世界中で活動してるわけです実はここにはボーダレスです国境はありませんだから我々は企業からすると経済活動という面から見て無理のない選択肢は何なんですかというので我々は回答を出していく。政治の回答は国益 科学技術の回答は正しい技術に科学技術の事実に基づいた情報で我々は経済活動から見て何が合理的なのかそれぞれ回答を持ち寄って調整をしていくというのが本来あるべき姿だと思いますね。なので メディアでね皆さんいろんな記事にお目にするかもしれないですけど誰が言ったかっていうのをよく見といてほしいですねそれぞれの立場でやっぱりものを言ってるので、ね、メディアで政治的に対立しているからじゃあ民間企業同士で僕らがドイツの企業と対立してるかとか中国の企業と対立してるかっていうと実は全然そんなことはないわけですよね。それぞれ経済活動としてでスタンスをしていく時の選択肢というのはやっぱりいろいろあってそれぞれの国がそれぞれの選択肢を持ちながら自はグローバルに活動して しているわけですよね。そこはちょっとね、やっぱりそういう一歩引いてみて、そういう風うにあの記事を読んでいただくとですね、いいかなと思いますね。はい。まあこれもあのあ広い意味での感受性を豊かにしていくってことにもつながるかなと思います。はい。先ほどもう一人手を挙げられた女性の方どうぞ。あ、貴重調。基調の話演奏ありがとうございました。 1> 第1部のクロストークでは感性と思考がキーワードとなっていて現実特に音楽は感性の代表として扱われていたように思うんですが あのクラシック音楽では過去の作曲家が作曲した作品を扱うことが多く、まあ、作曲家の意図ですとか作品の構造への理解を必要とすると思います、まあ、そういった中でクラシック音楽の演奏の中で感性と思考のバランスをどのように捉えていらっしゃるのか伺いたいと思います。はい、素晴らしいい質問でですすねね、まあ、世界にはは、ね、たくさん音楽ありますよ、ね、であの私ののの専門でもククラシックっていうのはまあ西洋の 音楽で,でこれ近代化とともにに急速に発展していきました、ねまあ本当にあの表裏一体のようにお互いがお互いにこう影響を与えつつ発展してきた歴史があると思いますで、えー、まあそういう意味で、まあ、近代化ってのはやっぱりこうやっぱ知性の世界がどんどん伸びていった世界なあの時代なのかなとも思うんですけどもクラシックっていうのはその世界にあるあまたの音楽の中であのそのインテリジェンスその知性 考えるということを必要とするものですよねまあそもそもその楽譜にするっていう時点でそういうことなんですよねあの五線紙ってみんな見たことあるでしょ五線紙っていうのはあのに音符を書いてであれ四分音符二分音符って習いましたよねあれもともと全音符があって二つに分けたから二分音符四つに分けたから四四。 四音符っていうふうに分ける分ける分けるってこれもうその西洋の考え方と全くイコールなんですよね。でえなんだけれどもその音楽出来上がった音楽でそしてその時代を超えて私たちがそのまあ運用方法知ってればね読み方知ってれば誰でも再現可能なものなんだけれどもその根源にあるものっていうのは全部その感性なんですね感動とかそういうもの。そういうい感動を 体系化するっていうのがクラシックだと思うんです非常に特殊な音楽でこういうのはあの現代で現代社会で一番実は必要なんじゃないかと感性は感動感性はね置いといてこれはもう理解できないから置いとこうよっていうことではなくてこれをね何百年かけて感動をその記号化体系化してきた天才たちがいるんですよねでそれを私たちがもう一回読み込む感動に置き換える えー、それを、えー、お客さんと共有するでこれがあのクラシックの本質だと思いますで、まあ、あの演奏していく上であのなんていうかな繰り返すかなそういう知性と感性の間を行ったり来たりしますね、まあ、あの先ほど言いましたけどその選曲するというのは何か感じ取ってるんですよねで自分でも分かんないんですよ でそれがちゃんとその認識できる領域にこう上がってくるのをねあのひたすら待つっていうことをするんです私で、まあ、そもそもそ選曲する時に感じるってことをするんですけれどもねでそこからえー考えていくそしてそれがこう自分が認識できる分かることになるわかるうんわかるそしてえまた今度感じるんですね なんで、えー、その、分かったことで、これ、あの、神崎先生が詳しいと思うんですけど、実はね、その知性とか理性の世界っていうのは、感覚本能をね、制御できる。ですよね。あの、工事にあるのは理性なんですよね。こ、あの、じゃないと、本能が、脳みそをコントロールしてしまったら、もう、ね。あの、大変なことになっちゃいますよね。で、私たちはその、理性があるから、コントロールできると。で、それを、えー、こう。 何度も何度も繰り返してこういいバランスを作っていくという感じですかでそこで本番に向けてあのいいスポットにこう入っていくとちょうどこの「狭間の世界」みたいなのがねあるんですよ。これがねここに行けるかどうかが非常にポイントであのそう簡単に行けないです。でこのの狭間の世界に行く、ね ななんていうのかな階段みたいのがありましてそ本番中にも現れるんですけどそこをねうまく登れるかどうかっていうこととかねちょっとスピリチュアルな話ですけどもあのでもそれは知性も感性も両方常にこう行ったり来たりしながらやっていくうちにこれがこう,うまく混ざっていくというか同時に進行できるようになるのか高速に行き来できるようになるのかちょっと分かんないんだけどその狭間の世界に最終的にはこう行き着こうとして。えー うまくいったり失敗したりしてます。はい。わかりますね。あの音楽家近藤薫の奥義が、あの今ちょっと一部誤解中された気がしましたけれども。はい。まあ、この世界に皆さんどうやって到達していくのか。ぜひあの青少年高野山会議でまた議論していきましょう。ところで。薫先生。はい、はい。先ほどのお題でありました。あの。ボロディン。見学中奏曲第二番を選んだ。どうですか?。理由は。なんか皆さん思うとか。あ、どうぞ。はい。はい。えっと。 私もすごいなんでこの1曲だけ演奏されるっていうところでなぜこのボロディンの弦楽史上初の2番を選ばれたのかっていうのをすごい考えながらめちゃめちゃ聴いててそしたらなんからすごい問いになってきたのでびっくりしたんですけど。 私なりに考えてみた時にその先ほどあの先生方もおっしゃったとおりノボロディンはえっと科学者であってで音楽家でもあったっていうところの二面性っていうのがなんか曲にも表れてるのかなっていうふうに思ってあとは「ロシア」っていうところもすごくキーワードだと思うんですけれどもあのなんかすごくその曲を聴いていて何、うん、て言うんですかねそのテンポ感であったりとかも結構こう。 揃えななきゃいけないけところもすごくたくさんパキッとあった方がかっこいいところもいっぱいあるんですけどそれの逆で何かこうなんていうんですかね情緒的に弾くからこそその良さだったり、うん、それが感情に訴えかけてくるポイントがあるっていうののその両面を持っているっていうところがなんかまさにその時世とか感性じゃないですけどその。 二面性をその表してる曲なのかなっていう風に感じて、あとはあのテンポ感もそうなんですけど、楽器のこのハモり方というかもうなんかこうもっとこうなんか華やかっていう言葉はこの曲違うなっていう風に感じて、なんか華やかな曲だったらもっとたくさんあると思うんですよね。しかもなんかこう年末だしクリスマスも終わったし、なんかそういった選曲もできなくはない中でこの曲っていうのはなんか。 そこのこう難しさというか葛藤というかもこう表してるのかなっていうふうに思ってなんかこうなんていうんですかねあ抜け切らないこのちょっとこうなんか安寧な感じというかというのが何かまあ個人的にもすごく好きなポイントなんですけどそういったところがこ,うこの先生の中でこう最初にこうパッと思ってそこからこう落としていったらそうなったの こうこういうこうなったとかのかなっていうふうに考えましたがいかがでしょうかいやもうなんか嬉しいですねあの,あの私が認識していることって多分ねもっといっぱいなんですよね感じ取っていたことっていうのがんかそれがあそうかもって今思いました。 <laughs> でなんか教えてもらった気分ですあのいやまさにねそういうところなんです葛藤とかあの今、まあ、もう少し詳しくね今のお話をするとあの、まあ、4人で演奏してるんでこう揃わなくちゃいけないじゃないですかでもその世の中揃ってるものばっかりじゃないですよね。で揃えるのってやっぱりこうなんていうのかな示し合わせなくちゃいけないとかねあるんですけれどもその揃わない良さっていうのもねあって。 で作曲家ってこういろんなことを考えて書いててでここは揃わなくていいってとこは揃わないように書いてたりするんですよね、うん、でもそれは記号なんで揃わ揃っちゃうんですけどね揃っちゃうんですけどこれ揃わなくていいんだよみたいなのはあ,のあって、えー、だからそういうこうあの割とそういう今あの彼女は情緒的なっていう表現しましたけどその情緒的なシーンの多い曲だと思います。うん でそれはねすごく思ってましたすごく情緒的な曲を選ぼうと思ってたんだと思うでもう一個あるのがあのボロディンが感じていたことっていうかこの曲って深刻な場面がねほとんどないんですよ、うん、あのとても悩んでるとか、まあ、1900年代の終わりの方の あ1800年代の終わりの本作曲家ですけどもあの、まあ、世紀末で、まあ、ヨーロッパ中結構大変だったんですよねで、まあ、そこから、えー、その大変なのが積み重なって積み重なって一次大戦に向かいっていうような時代の前夜ですよねでそういうところで作られた曲ってね結構悩んでる曲多いんです暗い曲とかそこに打ち勝とうとかそういう力強さとかでもこの曲はねそういうの全然なくてあのとってもピュア うん、純粋な曲で,で私この青少年小屋さん会議っていうのを作ろうと思ってで絶対にこういう会議にしようって思ったのがそういう,こうピュアさを失わない会議にしたいなと思ったんです。であの人が集まるとですねあのねどなただったかなごめんなさい、あのー、名前忘れちゃったんですけども「えー、悪は」 人と人の間に生まれるって言った人がいるんですよね。だからこう人が集まると悪いことしたんです。みたいなね。で、この会議ってみんなでこう集まってころいろ話したりね。人が集まった時にあのまあ、それは悪い。ダーって言っちゃ良くないかもしれないけれども、本当にピュアなものを守っていくのってすっごい大変なんですよ。でも、これをこの会議は目指すべきだと思ったんですね。だから。そういう純粋な曲を。 選びたたかったで今日はそのつもりで頑張って弾いたんですけども日々日頃のこう不純な思いがいろいろ出てきたりもしましたがあのそうですねそう,そういうところをこ、まあ、トライしたかったというかそういう思いを伝えたかったというのが一つありましたね。はいということで今日のプログラムの秘密がここで明かされたということですが皆さんいかがでしょうか ピュアな気持ちで聞いた後ででも、だからこそいい議論ができたんじゃないかなと思います。あのここで、まあ、そろそろ時間ですので最後締めくくりに、会議長の神崎先生、あの今までの議論を、えー、聞かれていかがでしょうか、あのまあ、まとめとまでいけませんけれども、ご意見いただければと思います。 はい、どうもありがとうございます。いや、あの皆さんのお話聞いて、もちろんピュアなのは素晴らしいですよね。で、それと世界が何て言うのかな？そのグローバリゼーションとかということで、なんか？私は懸念するのが全てが同じ方向性に行ってしまわないのかな？っていうのはすごく懸念してしまうんですよね。やっぱりこうローカリゼーションを残しながら、皆皆皆さんのやっぱり個性っていうのは当然あるわけですよね。 で皆さんの個性は絶対僕は大切にしてほしいしでそういう中で共感を得られるところはね共感を得られるという、まあ、そういう方向性っていうのは皆さん是非ね維持していくというのはとっても大切かな何度も言うように「あなたの世界はあなたしかないんですよ」でこれはねと皆さん是非ね大切にしてほしいなっていうふうに思いますでそして感性とっても大事なんだけども表現する時には必ずロジックとか論理使わざるを得ないよね現状はね。 ではそれはどういうふうにしてそれを表現するんだろうかでそこにやっぱり個性を出してもらいたいしっていうのはすごく思いますでそれともう一つはね比較をするっていうことがとっても大切で全てがピュアだとピュアは何だろうってのはよくわからないとでそういうねいろんなものを比較する見定めることができるまさにあなたの感性によってその違いを見極めるというね そういう世界観ぜひ僕は養ってほしいなというふうに思います本日本当にどうもありがとうございましたはい神崎先生素晴らしいまとめでしたねあなたの感性によって多様な違いを見分けようってこれこれからの 重要ななキーワーワドかなといいう,うに思いました、はい、あのまだまだ1時間ぐらい本当お話してたいところでありますけれどもあの本日ですね、えー、青少年高野山会議のキックオフということで長時間にわたりまして、えー、お時間いただきましたけれどもいかがでしたでしょうかあのまあ最後ですね、えー、これからの主役のお、ねえー、大学生高校生の皆さんからも非常にあの鋭い意見が出ましてですね、まあ、これはあの今後のセッションとそれから来年8月の高野山で行われます本番が もう楽しみで仕方ないなというふうに私も思っておりますので、まあ、今から期待感をどんどん目に秘めてですね、皆さんと一緒にですね、これからのあの未来を作っていくためのですね、重要なこの仕込みをですね、やっていきたいというふうに思います。はい、それではですね、今日のクロストークはこのぐらいいたしまして、司会にマイクを渡します。よろしくお願いします。はい、えー、本日は第9回先端系クロストークへのご参加あ,ありがとうございました。えっ、ー、とアンケートありお手元にあると思いますので、えー、おき アンケートはオンンラインだそうです、はい、はい、で皆さんどうでしたかえー、とまあ非常に上質な議論と演奏で僕はかなりオキシトシンが分泌されまして <laughs> はいえー、まああの添田先生のお話にありました選択肢僕実は最初1番を選んでたんですけど今でしたら3つ目を選べるかだと思います <laughs> はいえー、とまた次回の第10回クロストークですが2024年3月1日 16時半よりコミュニケーションをテーマとしてハイブリッド形式で開催いたします年明け早々にご案内開始予定としておりますのでぜひ奮ってご参加いただければと思います、えー、では最後改めまして壇上の先生方また会場の皆さんあとスタッフの皆様ですね、えー、ありがとうございました以上でクロストック終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました